それではまず、先日、行ってきましたカフェオーシャンの、まずは模様から見ていただきたいと思います。のさ、このぶっつけ本番的な感じはもう1年以上続いてるね。そうですね。もうちょっとそっちに寄っていただいた方がいいんじゃないかしら、席ね。あ、そうですか。画面的に。はい、画面的にね。はい、バランス的にね。はい、バランス的にね。カメラの方を向けるべきなんですけど、2人しかいないんでね。さっき数えたんですけど。本当に？はい。じゃあ、点呼取るよ。はい。はい。1。2。はい。本当だ。2人しかいないじゃん、うち。はい。そういうわけで、学び放送局です。2013年5月29日、今日第何回？24回ぐらい。ぐらい。はい。第24回ぐらい、学び放送局です。今日はですね、新しい暮らしを見つけようシリーズ的な感じでですね。うん、と言ってる間に、お料理が来るんですね。幸せ最高シリーズ。ちょっとシェフが、はい。てか、後からで、はい、ありがとうございます。ちょっとお料理を紹介しながらですね、はい、じゃあ軽くお料理の紹介をしてもらったらどうかしら。そうですね、うん、はい、カメラこの辺に、はい、はい、じゃあもう来るたびにですね、今日我々は愛知県のハズ、はい、ハズって言えばいいのかな、ここの今ね、合併して西尾市なんですけど、西尾市、の海沿い、まあ旧ハズ町にあるカフェオーシャンという、はい、西尾市の海沿いにあるカフェオーシャンに来ております。はい、いやマイクで拾ってるかなと思ってこっちから、ね、今なんかリピーターみたいな感じになってたね。はい、はい、そうですね、はい、でなんと我々はここでランチを食べながらですね、はい、放送していくということなんですが、早速こう、はい、一皿目が来ております。うわ、これ軽くはい、説明してもらって、何がこれはまずサラダですね。そうです、これは全部オーガニックで作られた野菜ということですかね。そうですね、うん、美味しそう。ね、私ここの店に来るの2回目ですけど、とっても美味しいんです、どれを食べても。 これはソースですか。これはソースですかって。はい、すいません、この白いの、それで豆腐の、ね、マヨネーズ、豆腐でマスタードシードが入ってます。へえ。で、朝取ってきたレタス、はい、こちらはこれでズッキーニですね。今ね、ガンガン取れてます。へえ。あとラディッシュ、カブ、あと新玉、玉ねぎですよね。とあとね、それ薄玉、はい、いただきたいと思います。はい、はい、食べながら放送しますよ、学び放送局です。そうですね、はい、はい、スープだって。次スープとパンもあります。パンも手ごね自家製天然酵母パンです。すごい。でそれにね、オリーブオイルをスモークした、オイル自体にスモークの香りがついてるオイルを塗ってあります。オリーブオイルをスモークするなんて初めて聞いたもん。あ、本当だ、スモークの、スモークできる方がね、やってくれて、ついでにやっといてあげるよって感じ。はい、じゃあ適当にいいです、じゃあもらうから。いいですか、ありがとうございます。はい、これは何でしたっけ。テラベーゼですね。パセリのテラベーゼで、パセリのテラベーゼ、ズッキーニとグリーンピースとジャガイモ、カブも入ってる。今ね、なんかもうね、今日まだお昼まだの人がいたら、もうほとんど拷問みたいな、本当に本当に中継です。なんかもういい香りが漂ってるよ。パセリ、はい、パセリ。テラベーゼっていうのはジェノベーゼみたいな感じで、ジェノベーゼはジェノバだから、はい、ジェノベーゼ、はい、ここはテラベっていう地域なんで、あ、テラベーゼ、勝手な造語です。なるほど、造語なんですね。テラベ風、テラベ風なので調べても出てこないかもしれませんあとカレーかな、はい、また持ってきます。はい、よいしょ、よっこいちゃん。まず先にじゃあ、カフェオーシャンどういう感じのところなのかというのを見ていただきましょうかね。そうですね、うん、録画がありますので、はい、外の模様を撮っている、はい、ただ音がボボボボだと思うんで、ちょっと動画の方の音声はオフにして我々が喋るみたいな感じですね。はい、OK です。
こんな感じでですね、めっちゃこう好天の中、我々、二人はカフェオーシャンにこの日行きました。もう本当にお店は、このようにですね、もう海に面していましてですね、もうここカフェオーシャンの敷地ですわ。はい。このドーム状になっているところが、我々のいた建物ですね。ちょっと演出があります。はい、このドームになっているところがカフェエリア、ここの2階に我々います。でここは厨房になってて、厨房のところがあってウッドデッキがあって、でここがサーフショップになっています。で、畑がここにありまして、こちらはハーブとかがやってるそうです。で、もともとあったトレーラーハウスの上に、ここは海の家になる、期間限定で使われるエリア、はい、という感じですね。実際見てみるとこのように、カフェアイランドドームを覗きですね、よいしょ、はい、ここが海の家になるところですね。夏の間はここで、オープンなスペースで営業していると。そしてちょっと畑に踏み入ってみました。ネッリボーズが生えています。謎の亀の置物があります。風がビュービューですけどね。はい、ちょっと高台から見るともうこんな感じで海が開けています。これはカヤック、こんな風にツアーがありますよ。佐久島に1日行くとかですね。はい、ここ、釜をね、今作ってるところ、音が入ってもいいかな。これは釜を作成中なんですね、これは。はい、もうあとはタイルを貼って仕上げですか、これは。そうですね。これは何を焼くための釜なんですか。行きましょう。ピザとかパンとか。もう何でも焼こうということをおっしゃっていましたが、もうこれはこの日、完成するかもということをおっしゃっていました。これ尖ったところが煙突なんですか。ここです。はいはい、こちらがサーフショップになっていますね。はい、そしてこんな流木を使ったね、作品なんかもありまして、飛ばされる、この人飛ばされる。はい、ここの、趣のある扉がカフェの入り口です。この日配信したのはですね、この階段を、あ、カフェの様子が見えます。おしゃれですね。こう2階の秘密の空間を使わせてもらいました。こう見下ろします。窓もみんな三角なんですよ、これね。はい、そして、この机が我々が配信をしている机へと。はい、続き見てみましょう。はい、今日来てから撮った動画でしたからね。そうそうそう、配信する数分前まで編集してましたね。そもそも私がここがすごい来たいと思ってたのは、はい、ここの畑担当のね、宮本農園のたかし君、はい、と5年ぐらい前に知り合って、はい、ね、そこで私のやってるグリーンマンマンの朝市に出店してもらったりしていたご縁でずっとつながっていて、でカフェオーシャンというのをこう建てるって聞いた時から絶対来たいと思ってたの。なるほど。あ、建つ前から。建つ前からね、建てるって言ったときはね。またカフェオーシャンどんなところというのはまた後ほど中の人が出てきますので、はい、詳しくお話を伺いたいと思います。検索をしていただくと、すごく素敵なセンスのあるね、また違うプレートが来てますので、ちょっとその料理紹介をしてからですね、はい、次のコーナーに移りたいと思います。はい、にゃっ、パスタのシェフです。あ、パスタのシェフ、一心君です。はい、じゃあ説明していただくかな。あ、ちょっとパスタの方先に、はい、じゃあ、ここにマイクがありますんでちょっと近づいて、じゃあこちらに、はい、はい、
はい、じゃあこのパスタの説明をしてください。はい、はい、これはパセリのテラベーゼという名前で、はい、あちらに向かってはい、はい、まあジェノベーゼ、ペストジェノベーゼってパスタと結構一般的にあるんですけれど、それをまあオーシャンの植物性のものだけで、チーズも使ってないので料理の中で、あの野菜の中だけで、あのペストのソースを作りたいということで、このすごいしっかりした味わい、野菜だけでこんな美味しい。カフェオーシャンの食べ物は全部動物性は排除してある。そうです、うん、で植物のものだけで、植物のものだけ出していると。これちょっとびっくりしますよ、これ。あのマノッチベジタリアンなので、うん、ぴったりですね。でやっぱりだからといってやっぱり野菜だけだと味がちゃんとで、やっぱり深い味っていうのを出すのは難しいので、まあ、そういう部分でオーシャンでは発酵食品を使ってそのしっかりコクのある味を出していく。白味噌とか、そう、これは白味噌を使ってるんですけど、なるほど、ちょっとこうチーズ感に近いような感じがありますよね。すごい、そうなんです。やっぱり白味噌ってすごいチーズ感があって、だからまあペストだったらパルミジャーノを使いますけど、それの代わりに白味噌で使うことで、ベジタリアンのパスタ。なるほど。じゃあ日々研究してるんですか？研究、そうですね、いろいろ試しながら調味料を使ってやってます。こちらの料理は何を食べても美味しいですよね。あ、そうですか、うん、ありがとうございます。すごいね、日々研究してるのかなと。日々研究します。ありがとうございます。パスタ担当の、はい、マキです。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、そしてこちらのお野菜はいいですか？お野菜の話ちょっとこの流れで。はい、カレーはいいですか？はい、説明はもうじゃあこのまま。その前にちょっと、わかりました。はい、じゃあズッキーニですね。たくさん入ってます。これ主にここで作られてる。そうです、ズッキーニもね今、はい、かなり株が大きいんですけど、はい、1日これくらいのが3本ずつぐらい、今毎日取れてて、で大体まあパスタには使ってるんですけど、はい、まあ、ちょっと早めのハウスで育ててるやつで、それがもう時期多分ダメになってくると、今僕も別で30株ぐらい、ズッキーニが今日1本目が取れたので、それと入れ替わりで今度そっちのズッキーニ、ちょっと品種の違うズッキーニが出てくるかなっていう感じですね。たかし君はこちらにある畑、他にも畑ももう点在してます。もうあっちこっちに、で全部で勝負ちょっとぐらい、勝負だと3000坪、おー3000何坪ぐらい。何人でやってる？基本は畑チームは、うん、まあ、2人3人ぐらいで、あとはもうお手伝いの方とかウーファーの人とかっていうので、こううまく回して、で休みの日はカフェのスタッフも、手伝いに来たりとか、あとそこの隣のハーブガーデンは、週に1回朝15分草取りタイムっていうのが先週から始まって、まあ、夏は草ぼうぼうなんで、15分スタッフでもうみんな一回手を止めて取って、でそこからカフェスタート、なんかそうやって工夫してなんとかやってます。うん、おいしい。ちょっと私のも取っといてよ。はい、結構パーセリをすごくふんだんに使ってて、で夏になると パクチーとかあとシソとかもう大量にソースにするので、うん、でもこうやって自分で、愛情込めて作った野菜を、こう余すところなく全部使い切るっていうことがすごく嬉しい。うん、そうなん、それはね、百姓妙理に尽きるっていうのはもうね、本当こういう感じで、普通の例えばお店だとある程度こうメニューが先にあって、でそれに対して例えば豚屋さんだとか八百屋さんだとかに発注をかけて、この野菜がないかっていう感じなんですけど、もちろん前も完全に旬のものをまず大事にしてるんで、畑ありきで持ってってこれでお願いします。で、まあ、足りないものは近隣の農家さんとかから買うんですけど、ベースはそこをベースで守りながら、なるべく旬のもので
でその時の畑からメニューを考えてもらうっていうのがあの基本コンセプトなので、そこは他のお店とはちょっと違うところかもしれないですね。でも本来はそうあるべき、ね、もうそうありたいですよね。またそうした旬のものが一番体にもね、そうなんです、そうなんです、ね、あの夏野菜はなあの体をね持ってた体を冷やすとかね、うん、いろんな意味があるわけだから、そうそうですね、お店の周りでしかも取れてるので、もう、新独自もうね、そのまんまですね、うん、なるほど、ありがとうございます。はい、ここでいいですか。はい、これはね、ご飯、これも、うちで無農薬で作ってるお米ですね。そう、一応1年分オーシャンで使うお米が、自給できてます。で、ちょっと点々と赤とか、それが、ね、虹色米ですね、宮本農園の商品で虹色米っていうのがあるんですけど、古代米を7種類ぐらいブレンドしたものと、あと入り大豆を合わせたものを、雑穀のようにして、16穀米とかああいう感じでご飯に一緒に炊きます。そうするとそういう感じで、ね、すごくカレーに合います。普通に入れるだけで炊けるんですか。炊けます、うん、もうこの距離でね、かなりスパイシーこうあの食欲が、高野豆腐の、キーマカレーなんで、はい、ひき肉の代わりを、高野豆腐が、してくれてます。食感がちょっと肉っぽい感じですね。これなんか野菜だけの食事なんて物足りないと思ってる方はぜひこういうのをここで、あの召し上がっていただいてください。ありがとうございます。はい、こちらも一口焼くとグー全部先に食べるあ、かなりこのパンチが力強い感じがあります。ちょっとこれで料理レポーターデビューできることが決まったからちゃんと気の利いたこと言わないと、はい、分かりました。そう、結構 あとごめんなさい、一つ言い忘れたんですけど、はい、だいたい休み明け、昨日定休日だったんですけど、はい、休み明けが、カレーとパスタがメインなんですけど、そうじゃない日は、メインのシェフのじゅんちゃんの畑のランチプレートっていうのがあって、もうちょっと創作料理ですね。それも普段だとあるんですけど、今日はちょうど休み明けで、ちょっとあのシェフも用事があったので、はい、あの今日はないんですけど、結構それはかなりこれだけじゃないぞと、メインのこれだけでもすごいですもんねでももうこの間はその創作料理をいただきましたが、はい、ものすごい美味しかったです。どれもこれも食べるのもったいなかった、はい、むしろ今年から、ね、ありがとうございます、はい、ということで、いいですか、またじゃあ、はい、ありがとうございます。またあのゲストとして後ほど出てきていただきますが、はい、はい、カメラの位置、はい、よくないよ、よくない、はい、はい、こんな問題、はい、どうだい、いいかな、これで美味しいものを食べに来ているだけじゃないんです。そうですよ、一応な、はい、はい、本日はですね、幸せ最高シリーズでお届けしております、はい、マノッチ放送局、よくね、マノッチとね話すんだけれど、なんかこの社会には問題が山積みじゃないですか、はいはい、ね、で例えば、ほら原発のこともチェルノブイリの時からずっと活動している人がいて、でも未だに止まってるけど、事故になるまでは止められなかったし、私も愛知県の設楽町にある設楽ダムのことについて6年近くいろいろとやってきてるんですけど、これも一向に止まる気配もなくというか、もう一進一退を繰り返している状況で、次から次へといろんなものが、うん、TPP もね、でどうしたら社会は変わるんだろうという話をちょくちょくするんですけど、マノッチと、はい、こうデモっていうやり方が本当にいいのかとか、はい、うん、どう思ってる？その、いやもうね、うん、それぞれのやり方はそれぞれのやり方必要なんだけど、うん、例えばもうこうどうしてもこのままの暮らし方だと突っ込みどころを残していくしか なくなってしまうというところ、うん、だってあなたエネルギーとか石油は使うでしょとか、それ戦争の種になるって分かっててもこういう高いものよりこういう輸入の安いものがいいでしょとか、そういうところでどうしても突っ込みどころを残してしまうので、やはりライフスタイル自体がしかもまあ観念だけじゃなくって実際に実践していく中で
でしかもそんな痩せ我慢っぽくない感じで、あのもっとベターな暮らし方があるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ね、それで、はい、なんか私もすごい思ってて、なんかさ、ほら一つ一つの活動ですごい頑張ってると、はい、もうね、はい、疲れちゃうのよこれが。はい、で疲れても疲れても一向に良くならないし、はい、で次から次へと問題が出てきて、本当にモグラ叩きのゲームみたいに、はい、叩いても叩いてもですね、次から次へと問題が。だってさ、ちょっと何年か前まで TPP とか知らなかったでしょ。あくた、だいたい、まあ、僕はあの震災後のにわかですからにわかですね、はいはい、という感じなので、もう、はい、すごくね、幸せな暮らし方を別の、ね、豊かさっていうのの別の暮らし方をしている人たちの例をいっぱい見て、そういう方たちのお話を聞いて、すごくたくさん収入がなくっても支出が少ないくても、ね、暮らせれる暮らし方とか、なんだろうね、この間聞いた話でさ、カラオケもさ、はい、日頃から歌っていたらカラオケボックスに行って発散する必要ないわけね。なるで、日頃から楽しい暮らしをしていたら、多分ストレス発散のために飲み会とかやってバーってやる必要もないわけだよね。なるほど。だからこう日頃からこうワクワクするような楽しい暮らし方をしていれば、もっとね、変わっていくんじゃないかなという感じに思ったわけ。なるほど。どうですか。まあ食にしてもそうですよね、うん、まあ今日は我々はご馳走いただくわけですけど、はい、何かどうしてもこういろいろ自由にならないこととかがあるから、うん、ギロッポンでとか、うん、どっかでパートやってしまったりとか、うん、せざるを得ないようになってしまう。それ本当にそれって豊かなのかっていうね、うん、そんなことを感じますね。そう、すごいこのスモーク香りが、オリーブにスモークの香りは、お、いいね、いいね、はい、でね、なんかさ、ほら、例えばよ、はい、例えば、大企業で働いたらすごくいい収入がもらえるじゃん。ボーナスだって何百万っていっぺんにもらえるじゃんね、うん、だけど、こう、月曜日から金曜日まですっごい頑張って働いてるわけよ。で、土日はそのストレスを発散するためにデパートに行ってすごい買い物をして消費することでこう満足したりとか、もうご飯を作る気力なんかないもんだから、そんなの外食三昧だったりとか、もう結局さ、入ってくるものも多いんだけど出てくるものも多いと思わない、うん、だったらこうなんかその入ってくるものは少なくっても出ていくことのも減らせる暮らしをしていけば、そんなに大差ないんじゃないかなという気がするの、その経済的に回っていくことが、うん、ということで、はい、いきなり振ってもよかった？どうぞどうぞ。そう、5月4日の土曜日の日に、はい、アースで知多半島というところに私取材に行ってきました。なかなか衝撃でしたよね。衝撃的でした、はい、アースデーのイベントというのは他でもね、やってるわけですけど、名古屋でもありますし、アースデーいわき in 名古屋というのも我々学び放送局で取材に行きましたし、まあでもちょっとそれとは様子が違うぞというので、まあ見ていただきながら。そうね、はい、ということで、配信いたしております。こちらのカフェオーシャンという素敵カフェからですね、流しておりましたが、今日は、その夜の再配信ということで、はい、では、話題になっておりますアースデー知多半島の映像をご覧ください。いいよ。あれだよね、学びなさい。あ、了解しました。よろしくお願いします。お願いします。このさ、ツリーハウス、あ、本当だ、いいよ、昨日できたとい う, そ う, そ う, そう廃材とね、間伐材、すごい。こちら映像、まず10分ほどご覧ください。どこ行ったのかな、どこ行った、ここにいるんですよ、ここにいるんですちょっとここの場所なんですけど、はい、今こんだけの人が来てくれてるんですけど、最初5人でスタートしたんですよね。僕はちょっとその最初のメンバーじゃないんですけど、で確実にもう友達が友達をこう連れてきて、ゆるくだけでやっぱ広がってきてる。でこうやっぱりゆっくり広がっていくっていうことがすごく大事だなと思ってて、でアースデーもすごい大きなアースデーじゃないんだけど、やっぱ小さくてもやっぱ中身が良ければ共鳴していくと思ってるんですよね。
他のアースデーもやっぱいいなと思って、まあ、こういう考え方を取り入れてもらったりとか、それちょっと僕広がっていくなと思ってて、ちょっとお茶しようってなるとやっぱ、カフェとか喫茶店行くと思うんだけど、そうじゃなくてこういうとこやっぱ田んぼ集まってみんなで、ね、お茶でもそういう電気とかガスとか使うんじゃなくて薪を使ってお湯を沸かしてそれでお茶飲むとか、うん、そういうことがねちょっとずつ、まあ、楽しみながら広がっていくといいなっていう、うん、こちらのアースデーは第1回っていうことですね。初めて、うん、はい、だから今回のテーマがみんなで決めたんだけど初めの一歩っていう風になっていて、はい、でそれはあの、まあ、ここの初めの一歩でもあるし、まあ、アースデー全体の初めの一歩にもなればいいなっていう風に思ってます。軸になってるのはやっぱパーマカルチャーとか自然の方が軸になってるんですよね。パーマネントアグリカルチャーっていうとこから来てるんだけど、もともとはあのベースになってるのは里山の考え方なんですよ。パーマカルチャーって里山の考え方をベースにしてそこにデザインする要素を加えたのがパーマカルチャー。だからもう一応音楽でも何でもそうなんだけど、もう簡単に一言で言ってしまえばもうパーマカルチャー、本当に環境にいいこととか地球にいいことをしようってそういうふうに頭で考えるんじゃなくて、楽しんでやったことが、ね、地球にいいこととかそういうことにつながるといいなと思ってて。なるほど。じゃあここはこれからこういうイベントとかで使われる場所になっていく。そうそう、イベントでもうすでに使っていて、あの何度かあの芋田んぼ祭りっていうどちらかというと音楽ライブ中心のイベントをやっていて、それだけの条件揃ってる場所なくて、田んぼもあって、でまあ、畑もね、ところどころ点在してて、ね、果樹も植えてるんですよね、果樹も植えてて、で向こうに竹林があって、こっちにちっちゃな森があるから、なんかここだけ、これだけの条件揃ってる場所っていうのは、やっぱある意味奇跡的だなっていうのは、ね、ちょっとまずぐるっとこう会場を見ていきましょうか。そうですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今はあそこでこう絵本の読み聞かせをやってます。はい、カメラ回しながら行く、登ってみましょうか。先の、おお、あ、結構広々、うん、ほら見てここのカーブとかもね、かわいいね。これどうでしょうね、4畳ぐらいありますかね。そうね、4畳半ぐらいありそうだね。そしてちょっと会場を見渡してみると、大きく分けてこのちょうどツリーハウスを境に、高台になるところにステージがあって、で、まあ、下の方は、田んぼに続いていて、見えるかな、あの辺にビオトープがありますね。ここ授乳エリアになってるんですかね。なるほど。はい、お昼みんなで食べるというか、おにぎりがいっぱい、おにぎり握って、ここにかまどがあるんです。おでん屋、あ、これきっと皿になるんだね。値段が書いてあるわけではなく、お茶ご自由に。本当だね、お茶ご自由に。そして、本日のライブは太陽光発電の蓄電して使うんですよ。この竹にですね、生地を巻いて、おぉ、あぁ、いいのいいの、そんなことない。これ、これ感じ。上残したよ。すごい、バンクがいっぱいだぜ。お、先をね、長く開けておかないとこういう時に困るという。カリカリでもちもち、カリもち。そうだ、自己紹介してください、カリ。あ、僕は今日あの漢方医として、健康の話をしに来ました。養生法の話をしに来ました。十字の漢方の宮崎です。何パンですか。これはパンパン。
代謝アップ、香りが自律神経を整えてホルモンのバランスを調整してくれる、まあ、これはココラで取れたヨモギなんですけど、その辺で昨日いっぱい取ってきて、しかもエキスは煮詰めてヨモギをじっくり煮出した。あ、じゃあ、あ、じゃあかった。足です。おかばに握手、ここに落ちちゃったよ。え、あ、拾って入れてあげてよ、水の中に。おー、カエル。ねえ、カエルさんいたね。芋田に住んでいる生き物たちや植物、そして芋田、米、みんなこの湧き水が大好きです。大切に大切にみんなで分け合って伝えましょう、だって。やっぱりさ、丁寧にこうやって伝えていくことが大事だよね。うん、いつも遊んでるの、こうやって。うん、ええー、と遊んでる。いいね。普通のプラスチックのおもちゃで遊んでる。こういう遊びしてる方が面白い。本当に素晴らしい、素晴らしい。これが、これもあのパーマカルチャーの考え方で、はい、バイオジル。アミゴ捕まえたの、すごい。さすがアミゴ。バイオジルフィルター。バイオジルフィルター。あの、まあ、水をこのまし油だけこっちで落としてもらって、あとは手洗うんだけど、その水もこう、まあ、微生物が浄化する。うん、あの微生物ろ過っていう言い方もするんだけど、はい、まあ、自然そのものがこう浄化する作用ものすごい強いものだから、もう自然にお任せして、で分解したものはあの田んぼに流れてくんだけど、田んぼの肥料になる。そういう考え方。直接流れるんじゃなくて、こう微生物が分解してったで流れるようになってるんですね。と、ね、あそこのちょっと自然にできたため池と田んぼをあのちょっと水路をつなげたんですよね。でそうすることで、まあ、互いの生き物がこう行き来できる。裏のため池にね、メダカがいるんだよね。で最終的にそこもつなげたくて、で全部つながるとメダカも増える。で通常ビオトープっていうと、こう人工的なものを入れるんですよ。この池とかでもブルーシートを入れて水染みないようにしたりとか、はい、そういうことするんですけど、ここはちょっと奇跡的に2カ所くらいもう自然に溜まってて、でそれをつなげてだけだから、ナチュラルビオトープとか、なんか違うもっと言い方ができるといいのかなっていう気はしてますね。もうものすごいたくさんの生き物がいるんだけど、まあ、本もこういった本出てるんですよね。うん、もうちなみにこれどんだけの種類が載ってるかっていうと2000種類近く。へー、うん、それくらいの生き物がその日本の田んぼの周りに、うん、はい、いるっていうことですね。けどあれもかもね、外来種だから。メダカが絶滅しっていうのがちょっとショックだ。そうね、だいぶ前、ね、結構前ですよね。6年前だったら結構だから衝撃で話題になりましたけどね。取った、すごい。挟まれたりしない。うわ、元気だ。挟まれる痛くないのか、ちっちゃいから。そうか、土壌もね、けど本当はいっぱいおるとこ少なくなってきてるんですよ。でむちゃいっぱいあるとこ、ここはね、いるでしょう。作った狙いとしては、うん、やっぱ子供たちがもう帰りたくない、うん、まあお母さんは困るかもしれんけど、うん、僕はお金じゃなくて、うん、やっぱそういうこういう景色だったりとか、うん、そういうものを子供にもこう財産として。こんな空気の中で食べれば美味しいに決まってますね。まあまあ、お前はカリンさんによく似てるな。はい、今映ったワンちゃんがですね、ちょっと戻りましょうか。中で食べれば美味しいに厳しいに決まってますね。このワンちゃんは、実は私の父のうちのさんによく似てる、ね、ワンちゃんの親戚だったという、驚きの事実がありましたか。まあそれはそれとして、続きを見てみましょう。ということでご覧いただいておりますアースデイ知多半島です。どうですか、どうでしたか。もうね、最初にさ、はい、お金を一切返さない。そうなんですよね。
なんか屋台的なものがあるのに値段が書いてないんですよ。そうそうそう、はい、普通のアステっていうのは、はい、すごくいいお店とかもいっぱい出るんだけど、そうですね、まあ、手作りでやってる方とかもあるけど、まあ、業者さんの、ね、屋台なんかもあるし、まあ、普通にお金でやり取りなんですよ、ね、でこう出店がありライブがあり、はい、そしてトークがありで、そのトークのゲストの人たちにね、やっぱりあのかかるお金もあるもんだから、はい、その出店料だとか皆さんのカンパとかね、はい、そういったものでやりくりしてるのが多分普通のハステだと思うんだけど、はい、こちら1円も動いてないと、うん、びっくりですよ。びっくり。税金のかけようもないですよ。税金のかけようもない、ね、はい、そんなことが可能なのかと思ったら、はい、ごくごく普通にできてたね、はいはい、うん、またそしてどういう感じの感覚でそういうことをしているのかというのもちょっとこの後インタビューもありますので見ていただきたいんですが、はい、あのビオトープの、うん、あの子どもたちの様子、昭和ですよ。昭和昭和前髪も大体短いし、ねえ、ね、いやでも本当ね、ああいうところで遊べる子供っていうのがは少ないでしょう。そう、まあ、田舎はまだまだ田舎はあるかもしれないけど、うん、田舎はねあるんだけど自然が、はい、仲間がいないのね。うん、なるほど。で今の子は習い事だとかなんだかんだで忙しいもんだから、はい、もう細切れの時間しかない。なるほど。自然はいっぱいだけど隣の遊べる子が住んでるところまで2キロとか、そうそうそう、そういう感じになっちゃうのかな。そう、そして結局はやっぱり田舎に行くほどあの友達がいないから電子ゲームみたいなのに頼らざるを得ない状況もあるのかもしれない。なるほどね、うん、なるほどなるほど、うん、で、こちら主催側の方にのインタビューなどなどもありますので、はい、また引き続きご覧いただく前にちょっと途中で漢方のお話をされていた方、あの十字の漢方の、はい、宮崎幸太郎さん、はい、ミュージシャンとしての名前を幸太郎サンシャインですか、はい、ちょっとその、あの生かした曲をちょこっとあの皆さんと一緒に聴きましょうか。はい、はい、幸太郎サンシャインの演奏です。イエーイ。イエーイ。味噌汁ですよ。味噌汁。ベジタブルサバイブですよ。
私勉強なるちゅう、はい、素晴らしい素晴らしい。十字の漢方の宮崎さんは、はい、心臓に良い食べ物とかあと、うん、周りの方からの質問にも答えてたので、うん、ちょっとあれ前編あれだから、うん、もったいないで YouTube に上げていきますか、はい、はい、もったいないで、はい、もったいないであげるそうです YouTube に、はい、まだ上げてませんが頑張ってあげたいと思います、はい、結構ねそういう盛りだくさんでしたよね、うん、盛りだくさん、はい、漢方のお話も聞ける。なんか最近孝太郎サンシャインに会うこと多くないか私たち。そうですね。ではアースデーの映像続きを見てみましょう。はーい。イエイ。ここでが種の交換スペースなんですか。こっちにいっぱい小さい袋、小さい袋、いろんな種が入ってる。名前が書いてあったりね、してるね。はい、ね、種の交換会でも、一人でね、いろんな種類の種集めるすごい大変だから、だから本当は一人一品種でも二品種でもいいので、まあ、取ってみんなで交換する。3人か4人、この種取りしてる人が集まって、ね、苗とかも、ね、余った苗持ってくると、そうするともう本当買わなくてもいいくらいの品種が集まる。あとここにお礼に種ありがとうございました竹炭です。こういう物と物の、ね、交換というのもいいですね。はい、どん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 貯め出てくるじゃんね、はい、種っていうのは逆に種子寿命っていうのがあって、うん、どん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 逆に価値が下がってくる。だからそこがいいというか、こうだからこう分配しようとかみんなにこう分けようとかそういう考えが出てきますよね。今のこう種のあり方っていうのは買わせることを前提としてる、だから農薬とか肥料を使わせるっていうこととお金を出して買わせることを前提として作ってるんだけど、僕は交換してる種は全部固定資材らしい。まあ、昔からこう種がつながれてきた種で、なんならこういう種、固定資の種っていうのは多様性を生み出すから思ってるっていうか、だからその環境に適応したものがこう生き残って、そこからまた新しい品種が作られていくんです。だから例えばトウモロコシを例で言うと、メキシコが原産地なんですけど、今一つの原種のトウモロコシから2万4000種類のトウモロコシの品種が生み出されたっていうふうに言われてて、で遺伝子組み換えのコーンとそのコーンの原種が交配しちゃったんですよね。だからもうそれだけのものを生み出す力を持ってたものがもう遺伝子汚染されたっていうことは、もう食の多様性の崩壊じゃないけど、もうどん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 もう2万4000種類あったのはもうこれから増えることはない、まあ、やっぱいろんな、ね、品種いろんな種類があるから楽しいと思うんだけど、まあ、食の多様性を守るためにやっぱこういうことやっていかないといけないような気がする。ケールなんかでもそうだけど、キャベツの原種なんだけど、それもそのケールからブロッコリーも作られてるし、ブロッコリー、カリフラワー、あとコールラビとキャベツ全部突然変異。それなんかすごい感じるのは、その植物の突然変異だけじゃなくて、例えば人間でも障害を持って生まれてくるとか、ある意味その人間が生き残っていくための知恵っていうか、そういうのもすごい思ってる。だからね、やっぱ多様性を受け入れることにやっぱつながっていくことだなって思ってますけどね。これは去年からこれ取り組み始めたんだけど、はい、今ネオゴニコチノイド系の農薬でミツバチがものすごい減少してるんだけど、ミツバチが地球上からいなくなると人間は4年後に地球に住めなくなる、そういうこと言ってる。なんかあらゆる植物のこの受粉の媒介をしてるもんだから、やっぱり種とね、ミツバチじゃ僕はちょっと切って切れない関係にあるなっていうのをちょっと思い始めて、ここの会場に全部で15箱、数多い方がいいので、ね、
ここですね、ここの指紋、うん、これも共通なんですけど、ちょうどこの指紋が5ミリから7ミリの寸法で作ってあって、これはミツバチが入れて、あとスズメバチが入れない大きさなんだけど、でここにあの蜜蝋、日本蜜蜂の蜜蝋が塗ってあるんですよ。あの古巣を好む傾向があって、まあ、人間でいうと古民家好き。仕掛けて2ヶ月くらい経つんだけど、まだ入ってない。で、こんだけの環境を整っているところで入らないっていうことは、もうそれだけやっぱ深刻な状況になってきてるなって、ちょっと余計感じてて。本当全体の数が減ってるってことですか。うん、もう住める環境がそんだけなくなっている。で、まあ、一般的によく言われてるのはネオニコチノイドなんだけど、それ以外で指摘されてるのはこの野口種苗の野口さん、ポテンシのこの種広げる活動してる方なんだけど、この人は F1 品種も指摘してる、そのミツバチの減少の原因として。そうなんだ。ミツバチのこともそうだけど、何でもそうだけど、やっぱこの自然農っていうあり方が一番そのいろんな解決の手段になっているので、例えばだけど、この人はキャベツばっかり作る、この人はナスばっかり作るっていうよりも、一人の家族がいろんなものを作った方が、あの土のためとかにもいいわけだもんね。やっぱりあの土のいる微生物が偏るから、やっぱりあの連作障害って出てくるんだけど、一つの面積にいろんなかのこう野菜、もうこの自然界でもそうだよね、あの雑草とかでもそうだけど、連作障害自然界はないわけだから、まあ、そういった環境を作ることによって連作障害も出ないし、あとあの虫もつかない。あのこういったようにちょっと草ぼうぼうにして草も残してやると、あのバンカープランツっていうんだけど、そこにカマキリとかそういうテントウムシとか、そういう天敵が住める環境が整う。なるほどね。なんかこう、あの私も自然のいいなと思って、あのうちも畑を借りてるんだけれど、でもね、あの狭い畑だから、そうそう、すごい収穫量が減っちゃうわけ。そうだね。で、結局はよそから買ってこなきゃいけないなっていうのと、やっぱりあの周りの畑の人が迷惑だろうね、草ぼうぼうだから。そう、だからこうやって仲間でみんなで、僕ね、自然農やってた時に赤目の川口さんっていう人のところに通ったんだけど、あそこは何、まあ、総勢で言ったら何千人なんだけど、まあ、一時だけでも200人ぐらい集まってで田畑をやって学んでる場所があって、相当な人が絡んでるんだけど、ルールがね何もないっていう。でお金に関してもあの基本的になんかいくら払うとかっていうのがないっていうシステムでやってて、あれがね、なんか結局ルールがないから、あのみんなが責任を持つっていう。またこの会場でもね、全くお金のやり取りがなくこんなことになってるのすごいですよね。すごいことだと思って、私すごいこういうのが理想で、お金を返さずに、ね、交換とかでお互い様で物事が成り立つ社会にしたい。一番ね、だからなんかどんだけやったかが自分の幸せだから、そのここでやって今何もやらずにもらって食べても、その人が得してるんじゃなくて、作った料理だった料理作った人が得してるっていう価値観にシフトしたら、どんだけ人生が楽しいかっていう。いや、僕はあの適当にやってたらこうなっちゃったんですよって言ってたけど、適当だからみんながこう入る隙があるっていうか、そんなにね、やっぱスタンスがすごい良かった。見習いたいとこなんだよね。自然のでもね、そうだけどね、やっぱ自然にも広がっていくっていうのが一番いいんだよね。これだけの人が集まってきてるっていうのは、何で皆さん知ってこう来てるんですかね。口コミが一番多いと思いますよ。その、うん、もちろんネットで見て来る人も多いけど、ありがとうね、名古屋から遊びに来る人も多いし、名古屋からやっぱここに来て、まあ、知多半島好きになっちゃって移り住む人も最近増えてきてね、好きになっちゃったね、これ、うん、そう、ほんとね、週1回作業日で、でもそれもなんかルールがあるわけじゃなくて、基本みんなやりたいことをやって、で、田んぼみんなでやるんだけど、田んぼ全くやらない人がいたりとか、寝てるだけの人も多いんだけど、それはそれちょっと和まされるっていうか。でもこう、やっぱり
小さい子がこういう世界でずっと生きてくれるんだけど、うん、大きくなってくるとやっぱり他の社会との関わりが出てきて、うん、例えばお金がないと暮らしていけなくなっちゃったりするから、うん、やっぱりお金を稼ぐ部分が必要だったりとか、うん、それのジレンマは出てくるよね。それはね、なんかあの問題を作ってる感じじゃないですか。うちの子供もだから、この子は真ん中の子なんだけど、その3人寄って、で、学校行くか行かないか、行かないとこうかみたいなね。で、ホームスクーリングしてる。そうそう。あ、そうなんだ。いいね。でもね、その場合、なんか先々の心配をみんなしてくれるんだけど、うん、その先々の心配って、あの今してもね、よく知ってる人の助言なんだけど、助言が聞ける段階まで自分がいるのか、聞ける段階にいたらそれやっぱそうですよね、ありがとうございますなんだけど、それ聞いても分かんないところまでだったら、それ一回失敗した方が次いける場合もあるじゃないですか、うん、そこはね、うん、ホームスクーリングの仲間はいる？他にも結構いますよ。いるんだね、うん。でね、あのやっぱりホームスクーリングをしたいって親はいるんだけど、仲間がいないですかね、うん、そのないものは作っちゃえばいい、うん、でその結局、まあ、フリースクールみたいなのとかホームスクーリングっていうのはあれなんだけど、そのやっぱみんな遊びたいでしょ。でここはまあ週1回ここに来たら子供たち遊べるけど、そうじゃなかったらやっぱり作っちゃうしかない。そういう人たちがいっぱい集まれば、あの畑しながら子供遊ばせて、で自分たちで食材をゲットできるようになれば、すごい理想だね。だってここに集まってくる大人たちに囲まれてたら、子供はすごい大事なことを教えてもらえるもんね。そうそうそう、いい場所ですね。ここは本当なんか知多半島でもいい里山が残ってる場所で、ちょっとずつ減ってるから、そっかそっか、うん、こういう場所をいろいろ点々できるというの、この微妙な火加減とか関係ねえみたいな天ぷらの、はい、はい、こんにちは。ここの場所は普段あの仲間たちとあの田んぼをやってるんですね。であのこの会場で田んぼでぜひあのアースでやりたいということで、あ、じゃあぜひやってくださいということで、あの今回あの始まったっていう。でもなんか私アースでいろいろあのいろんなところに行ってるんだけど、こんな風にお金を返さないアースで初めてで、はい、うん、ここはやっぱり皆さんのこだわりというか、はい、あのそれをあの軸にやろうっていう風になったんですよね、はい、まあ、そうですね、うん、なんかこれからこう自分たちがなんかどんな世界を作っていきたいかなってやっぱ想像すると考えると、やっぱそのお金が絡まないっていうか、こうなんだろう、与えていくっていうその生き方ですよね。こう与えて、まあ物だけじゃなくて、その自分の労働力を全てこうなんかこうなんかこう人のためだったり、この世のためにこう使っていくというか、それを与えていくことで、僕こうなんか天の貯金みたいなのが多分なと思っていて、まあ、そのまあ善というか、その見えないお金ですね。でそれが必ず自分に返ってくる、なんかそういうなんかこう循環がその起きてくれば、すごくいい世界になっていくんじゃないかなって。それをもう思うだけじゃなく、それをもう形にしていこうっていう多分ときだと思うので、自分たちでやっぱ野菜作って、そのお米も作ったり、その、まあ、とりあえずその自分たちであのなんかやってる、その食べるもの、最低限必要な食べるものを作ってるっていう、まあ、やっぱ安心感がありますね。そのブレることはあまりないというか。なるほど、うん、今すごい素敵な仲間に囲まれて。いや、そうですね、本当もうありがとうございますっていうか、あの週一毎週木曜日に集まって、はい、あのやってるんですけど、はい、もうだんだ ん, なんかこう毎年こう人が集まってくるようになって、はい、もう今ではこういろんな人がこう出入りして、なんか公園みたいな形でみんな使ってくれてるような感じですね。僕たちもあのすごい開放してる、もうオープンに、はい、あのもし、うん、あの使ってくれたらあの使ってくださいというか、はい、いう形でみんな好きなことをやって、好きなことをなんか、うん、好きな時に来て好きなことをなんかやって、はい、でその日のお昼はやっぱりこうやって持ち寄りで、はい、あのみんなでワイワイご飯を食べてる。そうですね、もうみんな持ち寄って、あのなんか遠足みたいな、そうでなんかお母さんたちもこうなんか子供たち連れて、やっぱり本当の僕アースでっていうのは、こう裸足になって土を踏むことだと思うんですよ、大事に。でこれ本来アースしてるんですよね。お、アースしてる。そう、今アースしてるんですけど、いやいや、なんかもうモデルケースを見たというような感じです、ね、本当。何が一番って、この楽しそうな嬉しそうな笑顔、一番いいと思うよ、これが一番ね。
はいはい、アースデイ知多半島の模様を、ご覧いただきました。ちょっと、ここで、少しだけ中断をしましてですね、あの皆様からの、コメントを少し見てみたいと思います。三味線奏者の田中隆さんも見ていただいていますね。はい。あ、橋の下世界音楽祭の、模様もですね、ちょっと後で映せます。今、裏で映像を用意しています。はい。今回そんな風にですね、慌ただしくて顔を出しておりませんが、はい。はい。三木リオさんもありがとうございます。ご覧いただきまして、アースデイ知多半島はね、なかなかびっくりイベントでしたよ。ミツバチがいなくなったのは、ネオニコチノイドのほか F1 品種の影響もあるんじゃないかと。ま、おしべができないような、ミトコンドリアの異常なんていうのを、こう、あるものをわざと使ったりしてるんですが、ま、人間にとってはそれで、都合が良くても、ちょっと自然にとってはどうなんだと。そういうのが現れてるんじゃないかということなんですが。はい。先ほど、チャドさん、お子さんを抱いて、お話しされてた方について、この男性、子供さんにとっては良いお父さんだな。これが未来の家庭の姿と感心していますというコメントいただきました。ありがとうございます。それでは、続きまたカフェオーシャンに、場面を戻しまして、続きを見ていきましょう。ポチッとな。はい、して、はい、もう映ってますよ。はい。えい、えい、えい。何を持ってきたんですか？寝不足のアストちゃんに激励を。ああ、そうですね。頑張れー、はい、私実は徹夜明けでしたですね。一睡もしてないね。はい。一睡もしてない。まあね、そんな感じが。でも、はい、夜更かしをしたんじゃなくて、うんうん、寝る前に朝が来てしまったんだ。なるほど。そうだね。たまたまね。うん、たまたまね、はい。うん、そうだね。そういうこともあるよね。ある。はい。ということで、すみませんね。はい。はい、寝不足で頑張っていきますよ、はい、さあ帰りは生きて帰れるのでしょうか、はい、配信終わるまでは大丈夫な自信があります、ね、4時までは生きてられるということなので、ね、はい、そういうことですね、皆さん激励をお願いしますよ、はい、ということでアースデイ知多半島の模様をご覧いただきました。本当にでも良かったですよ。本当に最後の笑顔が物語っているという感じでね。そう、なんかさ裸足になって土に触れることが本当のアースデイだっつって言ってたのがね、印象的だった。印象的でした、うん、で、またチャドさんがお話ししてたんですが、この子供の教育のこととか、どうしてもまたお金がいることが出てくるんじゃないかっていうのは、この先に心配を作ってしまっている面があるっていう、それはね、本当にもう今を生きるということなんですけど、その先に本当にプレイパークでも困ったことがあったら、うん、起きた時に考えましょうっていうことをおっしゃってたじゃないですか。そこからドラマが始まると、はい、なるほど、はい、どうしてもね、そのあらかじめ安全に安全にっていう風だと、うん、どうしてもそこに束縛されてしまう感じがしますので、ね、そこは何かこう目が開けたような感じがしました、うん、でもね、やっぱりね、フリースクールとかをするにも一、はい、人じゃね、なかなかできないのよ、はい、こういう仲間がいて大丈夫だと安心感がやっぱりないとなかなか難しい部分はあると思うよ、やっぱり。なるほど。そういう意味では本当にアースデイ知多半島の仲間、妹の仲間はすごい素敵な仲間たちだから、はい、うん、きっとね、安心して学校に行かなくていいよっていうメッセージが伝えられるのかもわからん。なるほど、うん、でもまあ、その知多半島の皆さんが特殊っていうことじゃなくて、うん、これはどこでも起きる可能性のある、うん、そのドラマというか、うん、そうだね、アクションだと思うんですよね、うん、でていうか、そういう選択があるという風なのが当たり前の社会になるといい。そうですね。だからまあ、そのテストケースというかモデルケースとして非常にいいものを見させていただきましたね、はいはい、なんか学校に行くしか選択がないと、学校に行けなかったらどうなっちゃうのこの子のみたいなと思っちゃうわけじゃない、はい、別にね、行くのが悪いっていうわけじゃなくてね、その選択っていうことがね、うんうん、そのもういきなり考えてそれじゃ子供がかわいそうじゃないかって、うん、頭ごなしじゃなくて、そういう可能性も見てみると、こういう育ち方をする子たちがいるんだということはありますよ ね。例えばだけど、まあ、ちょっと話がずれるかもしれないけど、はい、不登校だったりすると、はい、目の前の子供が学校に行かないと親はすごく焦るわけ。あ、将来どうなっちゃうかしら、ね、だけどさ、長い人生70年80年の中のたった 2,3 年
行かないことってそんな大きいことじゃなくて、なるでそれはもうさなぎの時期だっていうふうに割り切ることがもし周りの人たちもできればそんなに深刻に悩むことでもないのかもしれない、うん、かえってそこに、追い込まれるっていうことが少なくなるかもしれないですよ ね、はい、と思います。もう教育のこともいろいろちょっと考えていきたいななんて思ってますね。さて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 、ちょっとそろそろ、ゲストの方に来ていただきたいななんて思ってますが、はい、その前にアースで知多半島を、ご覧いただきましたが、またこちら今、間延びの2人が来ています、はず、今西尾市ですけど、海岸沿いにあるカフェオーシャンも、非常に新しい暮らしというにふさわしいようなね、はいはいはい、働き方生き方というのをされているところで素敵なこの場所を作っているところですので、ちょっとそこのお話もね伺っていきたいと思っています。ちなみにカレーとパスタは完食しました。はい、呼んでこうかな私。はい、お願いします。はい、あ、じゃあさ、デザート。デザート。あ、デザートじゃないよ。デザート。あ、これはあれさ。大丈夫ですかね。ちょっとコンコンしてますけど。はい。テストで、あ、呼んでもらっていいですか。はい。はい、なるほどなるほど。お水どう？あ、はい、あ、いただいています。大丈夫ですよ。ひろむさんコメントありがとうございます。ご飯の量が多いなというコメントもありますが、ペロッといきました。はい、はい、なんか美味しすぎて悔しいって言ってましたね。そうですね、はいはい、私そんなによく食べる方でもないんですけどね、今日は結構行ってしまっています。じゃじゃん、右をご覧ください。本日のゲストが、はいはい、真ん中に来ていただきますか。はい、それかこっちに間の内来てもらってもいいけど、あ、ちょっとあっち行ったりこっち行ったりしなきゃいけないかな。じゃあ真ん中で。じゃあすみません、いいですか、お誕生日、はい、よし。はい、ですね、カフェオーシャンの畑担当のであり宮本農園の宮本たかしくんです。こんにちは。こんにちは、たかしくん。高さでいいですか。いいですよ。たかしくんと私が出会ったのは5年ぐらい前、2008年の、うん、大豆レボリューションの味噌仕込みの時かな、ね、味噌仕込みの時ね。そうね、すごいおしゃれで、いやかっこいい、そんなこと人たちがこういうことをしているんだということで、私はちょっと感動して帰ってきましたよ、あの時は。ね、グリーンママさんもそうだけど、うん、なんか今それぞれみんな畑やったりとか、うん、なんかいろんな活動をしてる人たちが、うん、なんかグッと集まって、うん、なんかまたそれぞれっていう、なんか1回目、大豆レボリューション僕は、開催したのの1回目の時で出会ったのかな。そうね、うん、ケイちゃんね。うん、だすごくね、面白い、今活動してる人たちが、うん、その時なんかすごく集約してて。そうなんだ。そう、じゃあそこからこう枝分かれじゃないけど、うん、いろんな活動をみんなしてる、それぞれが。そう、また別で大豆レボリューションしてる人もいるし、大阪の方でやってる人もいるし、うん、まあ畑とか、うん、まあこういうこともそうだけど、うん、そういう人たちがなんかこう何かしたいって言ってぐっとこう盛り上がってた時期なのかな、なんか多分ね、5年ぐらい前っていうと。そうよね、うん、じゃあ引き継ぎ役かもしれないじゃん。いやいやいや、そういうなんか必然的にこう、うん、みんななんかいい出会いがあったっていう感じがします、ねうん、ということでこのカフェオーシャンを開いたのはいつ。オーシャンがこれで、このドームになってからは次の7月で、うん、丸2年かな。で下にトレーラーハウスでちょっと外営業みたいな、はい、ウッドデッキで外スタイルでやってたのがその1年前なので、うん、まるっとねもうすぐ3年ですね。もう3年か、3年ぐらいですね。そうかそうか、うん、でも今日もだけどさ、お客さんがすごい。すごいです ね、 ね、雨だよ今日、はい、雨、海なのに。そう、風ビュービューだったのに。天候悪くてさ、まあはい、ね、晴れの日に比べればだけど、そんな海のロケーションがいいわけでもない、うん、ベランダでご飯食べれるわけでもないのに、このすごい人みたいなね、最近はそんな感じ。最近はそうですね、ありがたくね、結構お客さんが来てくれて、まあ、土日なんか本当にちょっと待たせてしまうので申し訳ないんですけど、平日ですもんね。平日だよ今日は。平日 で、ね、条件としてはそんなに良くないはずの日でも満席というね、大人気のカフェオーシャンですよ。
ありがたい限りです、はい、ちょっとまたさっき の, あの外の映像をちょっと一緒に見ますか、うん、はい、じゃあちょっとおとなしでこの中の人にまた改めて解説をしていただきましょうか、はい、よっこいしょ。じゃあ映像は、はい、まあどれぐらい今日はそれほどコンディションが良くないかというと、まあこれぐらい灰色ですね今日、はい、波が立っているわけですが、はい、そういつもまあ竿とまあまで三河湾なので、はい、やっぱりこう条件としてはね、うん、そんなにあの南国の海とは違う感じの海ではあるんですけど、もう毎日はやっぱ表情が違って、うん、すごく青い日もあれば、はい、あの、すごい穏やかで、もう色も違うければ日の出日の入りが両方見えるので、ここからはあの空の色も違います、ね、でこのドームが2年前にできた、ね、そうですね、はい、でその下に今サーフショップがあって、はい、その隣がトレーラーの部分だ、ね、1段下がってトレーラーですね、はいはい、あ、これがトレーラーですね。はい、そこが最初の。これが当初からの。そうです。で、その上に今、あの、夏の間だけオープンする海の家部分。ああ、そういうのできますね。はい。これまた独特ですよね。このドーム。ドーム、そうですね、独特ですね。ここ、はい、風が強いのが、はい、半端じゃないんですね。そうですね。で、なかなかあの植物っていうか木とかもやっぱり結構塩害、はい、塩で枯れてしまったりとか、はいはい、台風の時は本当にすごいので、はい、やっぱドーム型は結構地震にも強くって、はい、その風も受け流しますよね。風を受け流しますね、はい、うん、なるほど、そういう意味でドーム型にしたの、まあ、それだけでもない、それはやっぱドームが建てたいっていう思いのある人もいて、でこのねデッキとか階段とかは、今度ね7月に個展をやってくれるね貞夫っていう友達大工で、はい、流木作家の子が、ね作ってくれてるんですけど、あ、ピザ窯です。ピザ窯も、ピザ窯もなんとなくドームですね。ドームですね。またこのトライアングルが組み合わされてるのも、あのちょっとこのドームに近い感じがありますね。やっぱり今我々がいるドームというのはこの三角形の構造が組み合わさっているわけですよね。そうですね、はい、やっぱりいろいろ関わりたいと思っている人が集まってきたりもするわけ、うん、それはありますよ。それこのピザの職人の子も、うん、まあ、もともと友達で、うん、そんでピザ窯ができるし、うん、まあ、今移動販売でピザの販売とかしてて、うん、窯ができるんでってことで窯作ってもらって、うん、で今年の夏はその海の家でピザを多分焼くことになりそうで、まあ、今日ちょうど完成の日なので、あの窯から出してこのデッキの海の家の方に運んで、そうなんです、そうなんです。でここがサーフショップ、ね、サーフショップですね。今日ちょっと雨でクローズというか、はい、ね、風も強いので締め切ってるんですけど、いつも天気がいいともうかすごく開放的でハンモックが出てたりとか、うん、ソーラー空間、この表までそのサーフショップ空間になってるわけですね。そうですね、はい、まあ、今日はあらゆるものが飛んできそうなこういう風の中でしたね。飛んだ飛んだ。そしてこちらが入り口ですね。そして、秘密の空間2階に、ね、まあ、我々が今本当こうね、おしゃれな女性が主ですけど、おしゃれな感じのカフェが下には広がっているわけです。もう全てにおいてセンスがあるよね、はい、うん、でこの三角形が抜かれてこの明かり取りになっていたりという感じなんですね。こう三角形が基本になっている構造です。てなわけで、はい、あの外の感じも見ていただきましたが、はいはいはい、素敵なねカフェオーシャン、はい、いいでしょ。で先ほどちらっと畑が映っていたのは、うん、あれが全てじゃないんですね。そのあちらはハーブガーデンっていう感じなんです。そうですね、ハーブガーデンで、はい、あのちょっとハーブティーとか、あと、はい、まあ、ここにあるラディッシュとか、はあはあはあ、少しあれがないっていう時に、はい、あ、なるほど、パッと取りに行ける、なるほど、そう、そういうものが、ね、はい、買いに行くより積みに行く方が早い、そう、主に、はい、
あって玉ねぎとかこう広く、はい、だからお米とか大豆とか、うん、あとこうメインの野菜畑っていうのはもう別であって、はい、もう点在して、まあ、一箇所でドーンとあるといいんですけど、はい、やっぱりなかなかそういう環境ってなくて、うん、じゃあもう今日はあそこの畑を見に行くかとかもう本当にそういう感じですね。しばらくあそこ行ってないけどどうなってるんだろう、そう、偉いことになってたりしますね。夏なんかはね、草ぼうぼうになってたりとか。そもそもどうして農業をやりたいなと思ったの？なんかね、いろんなきっかけがあるんですけど、うん、一つはなんか、まあ、海外とか旅したりとか、うん、あと日本をね、こうちょっとヒッチハイクで回ったりしてた時があって、うん、でまあいろんなところを見て、うん、まあ、まず自分が何ができるかっていうのと、あとこう、まあ、いろんな地域でいろんな人の話を聞いた中で、やっぱりこう自分で食べ物とか、うん、着るものとか住むところとかをなるべく自分で作るっていう行為をしたいなっていうのがあって、でそんな中でちょっと体調を崩した時期があって、でそこで出会った人に、まあ、何気に聞かれた質問で、まあ、もう当時23歳とか4歳ぐらいの時に、将来どうやって、ね、何したいのみたいなところで、まあ、何気になんか、まあ、農業っていう選択も一つあった中で、あ、まあ、農業でもやってゆっくりなんかね生活したいんですっていう話をしたら、あ、じゃ あの無農薬で研修できるところがあるから行ってみなよって言われて、それが結構たまたまうちの近くで、うん、本当にたまたま近くだったんで行き始めたっていうのがなんかきっかけですよね。そういえばさ、高校ってトヨタだったのね。高校トヨタ、トヨタ高専です。ねえ、私それを聞いた、あ、何と思って、うんうん、やだ、私もトヨタ氏なんですけどでも、まあ、バリバリ工業系ですよね。ねえ、全く工業系の人間じゃない人間が校風、うん、が自由だっていうことで、うん、トヨタ高専に、はい、4年生でしたっけ。5年生なんです。制服も着なくていいみたいな、うん、そう、うん、自由だし、もう、まあ、当時別にバイクとか免許も取れるし、うん、で週休まだ1日だった、日曜日だけがまだ休みだった高校生が週休2日だったんですよ、うん、あ、それもちょっとグーッときた。グーッときて、もうこれはもうとにかく自由っていうことで選択したんだけど、うん、勉強が全くついていけれなくてだって賢い学校だもんね、高専。結構 ね、そうね、一応推薦で入ったんですけど全くついていけなくて3年で辞めて、あの高校卒業の単位っていうか、それだけ取って、 そんで写真のね専門学校に行ったんですけど。あらまあ、じゃあ写真も撮れるんだ。写真も撮ったり、まあ最近は別にその力入れてないけど、うん、撮ったりします。本当になんか面白い人生読んでるね、うん、いろいろとですね、うん、たかしくん魅力的だもんだって。いや、 いやまあそんなんで、なんか毛穴からにじみ出てるもんいやちょっと緊張して毛穴から結構汗が出てる。汗が出てるねなるほどなるほど、うんうん。そしてその農業は、うん、まあ、どれぐらいの人数でやってらっしゃるんですか？ね、常時いるっていうと、どれくらいっていうと、メインが、ね、はい、僕とあとね、オーナーのシンさんっていうサーフショップのオーナーでもあって、はい、もうサーファーなんですけど、今ちょっとね、サーフィンしに出かけてるんですけど、その人と、まあ、2人なんですけど、ウーファーの子がウーフっていうね、はい、あの農業手伝いに来てくれる子とか、あと、まあ、カフェの子たちも休みの日とか、うん、朝来たり、朝は野菜のピッキングに行ったりとか、はい、まあ、終わってちょっと顔出してくれたりとかで、まあ、何人かでっていう形ではあるんですけど、うん、あのウーフの説明をちょっと軽くしてもらって。そう、ウーフっていう制度があって、はい、あれオーストラリアのどこなんだろう、一応世界的にある制度なんですけど、まあ、主に、まあ、有機農家なのかなとかに、住み込みと、ご飯を、こちら側からは提供する代わりに、1日6時間ちょっと時間制限があるんですよ。あるんだ、時間制限。そう、一応ね多分あるんですけど、まあ労働でとの、まあ、エクスチェンジっていう感じですね。なるほど、なるほど。そのねシステム私すごいいいなと思っていて、何か学びに行こうと思った時に学校とかに行くんじゃなくて、その農家さんに、あのね、その技術を教えてもらう、お手伝いして、教えてもらうんだけど、宿とご飯代はかからないという制度で、もうこれどんどん若い子が体験すればいいのにと思っちゃう。そう、でも実際やっぱり多くって、海外の方がやっぱり海外を旅するのにやっぱりそういう制度をうまく使ったりとか、うん、まあ、農家としてはその忙しい時期にもう一人本当に猫乗っても借りたいっていう言葉がぴったりなぐらい忙しい時期っていうのはやっぱり一人でも二人でもそういった形でヘルプしてくれるとものすごく助かるし、まあ、向こうも何かそこで感じ取ってもらって、また自分のこう、
ホームグラウンドに帰った時に、うん、なんかね生かしてもらえることがあれば、うん、お互いにこういいことだらけなので、うんうん、そうだね。前ねこちらに来た時に若い男の子がね畑をやってたの、はい、それで何をしてるのって聞いたら今ウーフで来ていて、うんうん、ここで畑のことを教わってるっていうふうに言ってすっごい楽しそうにしていたので、ね、うん、もう教わってるというよりもね自分でガンガン進めていける子だから、うん、そうかそうか、も自分で結構いろいろね植えたりとか、楽しんでね、あともうカフェとも連携してあれを植えようとか、うん、もう自分からも提案してくれるし、うんうんうん、なんかそういうのもすごいひっくるめて私はカフェオーシャンのしていることが魅力的だなというふうに思うんだけど、うん、ここはどういう形態になっているの？一応、まあ、オーシャンそうなんです、その、まあ、コミュニティとか、うん、いろんな言葉を使ってるんですけど、一応株式会社になっていて、株式会社オーシャン、その中でカフェがあって、サーフショップがあって、でサーフショップの中でこの夏もこれ始まってるんですけど、夏とか秋まではカヤック体験、シーカヤック体験、店の前から出て無人島まで行けるっていう、うん、ツアーが無人島まで行けるんです。そうで、まあ、そういうツアーと、あと、まあ、農業部門、畑部門があるので、そう、それの、まあ、なんていうんだろう、複合体なんですけど、もともとは、まあ、バラバラなところから出会って、まあ、畑ができる人、料理ができる人、お金が出せる人、元気がいい人みたいな、なんかそれぞれの、得意技を持ち合ってやろうって、その形態で何がいいかっていうので、一応、まあ、ちゃんとね、その、まあ、うちらの場合はその、ちゃんとお金も回るコミュニティであるっていうことは、一つのこう大事なこと、大事な要素なのかなっていうのがあって、ある程度やっぱ収入も得て、いい形でみんな協力し合うコミュニティを目指していこうっていうところで始まったんですね。なるほどね。そう、うんうん、でも例えばそのね、ショップだったり農業だったりすると、収益とかってやっぱ収益じゃないわ、そのね、お金の部分では差が出てきちゃうじゃない、はいはいはい、でそういう部分はどういうふうにバランスを取っているのかな。今はもうとりあえず給料一律みんな一緒です。一緒、みんな一緒っていう形で、だからもう本当に今後いろんなテーマが出てくると思うんですけど、その、まあ、コミュニティって本当簡単に言うけど、コミュニティってなんだろうっていうところにやっぱりみんないつもぶち当たりながら考えるし、まあ、会社なら会社としてくくってしまえばいいんじゃないかとか、いろんなやっぱり葛藤とかもありながらなので、今の形が最終形ってわけじゃなくて、やっぱり多分これからどんどん変化していくだろうし、入ってくる人もいれば抜けていく人もいるし、そう、だからコミュニティとかっていうね、なんか一言でよく使うんですけど、コミュニティって何なんでしょうねっていうところはすごく持ちながら、うん、ただね、本当に自分の住んでる近所の人と仲良くやるっていうのが一番いいコミュニティだと思うし、それのね、本当にまあ模索実験ですね。もうこれでいい形っていうのは全くなくて、マナチどう、そういう暮らし方とかって。でもまあなかなかそのこれからそういうことを例えば作っていくとか、そのゼロからスタートできるものなのかなっていうのはちょっとね、思うところなんですよね。まあ例えばもう同じような方向性をしている仲間がもうすでにあるんだったら、そういう例えば会社を起こしてっていうことができるかもしれないけど、どういう形でここの関わってる人たちっていうのが集まってきてるんですかね。そう、どういうふうに集まってるかって言ったら、なんか定義ができるのかな、わからないですけど、まあなんかそれぞれ、例えば、カリスマ的な人が一人いて、それに付随してできてるっていうよりも、もう一人一人がなんか結構人脈があったりとか、動きが取れたりっていう子たちが多いと思うんですね。だからそれぞれのつながりで何か縁があって、でまあオーシャンで何がやれるかっていうところで、まあ、ミーティングとかで考えたりとか、まあ、それこそこれはどうしてもって自分で突っ走ったりとかしながら、なんかいろんな関わりが出てきてるので、なんですかね、なんかオーシャンが始まったのもそうだけど、こう、時なんかこう海が満ちて欠けるみたいなもんで、もう自然の流れでこういろんな、ね、状況が満ちてきてっていうののこうすごくなんか頑張ろうっていう気持ちはあるけど、なんか自然と膨れて、自然と、あ、しまちゃんだ、あれちょっと私あの人にも後で話したい、内緒だ、いることが内緒、ああ、話聞きたかった、内緒のお友達が画面の向こうに、そうなんです、あ
あの人の暮らし方もだって大概だよね。あの人はね、もうすごいですよ。すごい、あの人はすごい。名前も出ちゃまずい。ダメなの、顔出ししたら。いいでしょう。じゃあ後で後で。はい、入ってくださいよ。じゃあ今日はね、学び放送局自然最高シリーズだもんで、はい、あ、間違えた間違えた、あの豊かさ最高シリーズだから、幸せ豊かさを、そうそうそう、捉え直してみようじゃないかと、違う暮らしをしてる人の話を聞こうみたいな、はい、だからちょうどいい時に来たんじゃないか。そう、ちょうどいいと思う、ちょうどいいと思う。じゃあちょっとあの呼び込んでもらえますか。ここに4人でじゃあ入る、はい、まあ入れるでしょ、行けますか。 Now じゃあ、はい、Now だよ。これじゃん、たけし君。これ何？生放送です。生放送だよ。生放送だよ、もう。今ね、2万人ぐらいの視聴者が来てる。いません、いません。ここ、はい、ここに。はい、どうもどうも。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 あの、ご紹介をお願いします。モンペマルケ芝です。はい。テロップ打ちましょうか。はい、わあ、お願いします。で、あなた、なんでここに今いるの？え？雨だったんで、うん、あの、ちょっと買い出しに。あ、島から来た。そう、外に出た、うん。あ、本当に島から来たんだ。はい。店休み今日休み水曜日。ちょっとご自分で何やってるかちょっとから軽くどこを見てあの2秒ぐらいで喋ってくれ。モンペマルケ芝です。もう終わったね。はい、佐久島でモンペマルケというまんじゅうのカフェをやってます。はい、まんじゅうのカフェ、まんじゅう、一応まんじゅうだよ、メインはね。でも田んぼやったりもしてるもんね。あ、そう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 、畑とかしながらね。荒れ地とむちゃくちゃな家をあ、言ってくれた。いいよ。もうすごい綺麗にみんなでしたんだよね。みんなで、みんなで、うん、みんなで自分でじゃない、一人では何もできないけど、そう、私も手伝いに行こうかななんて思ってた時が、あ、じゃああったじゃん。なんで来んかって、じゃあ来てよって言ってたよ。みんなに言っとった、もうみんなに助けてもらったでしょ、うん、でもさ、虫が多そうでさ、ね、夜寝るとすごいことになった。今年もムカデに2回刺されました。あ、本当。平気なんだ。痛っかい。ムカデめっちゃ腫れません。でもうち大丈夫な部類の人間だったみたいで、なんかマムシの焼酎漬けがさ、いいみたいだからさ、へ、うちあるもんでもっつき、あ、なってく、何、マムシの焼酎漬けを塗るとムカデのところ傷口が起きてるの？すごいいいみたい、そう、いいって毒を持って毒を制すみたいな、なんか恐ろしいものがありますね。なるほどね、あ、いいこと言うね、いいこと言う。まあ、なんすね、たまにいいこと言います。おー、いいこと言います。たまにはね。へー、そうか、柴田飲んだ、連絡してよ、そんな。おー、たかしくんね、連絡しようかなと思ったんだけどね、うん、雨降っとるから今日たかしくん何やっとるかやすごい自然体で入ってくるね。、まあ、あのちなみにあの、はい、インターネットを通じてああいう感じで、あ、ちょっとバレンが起こってますよ。はい、はい、ああ、こんな感じで、ああいう感じで、あれ、遅い、時間差があります。今ね、21万人の人が見てる、これ21万人なんだ、ね、はい、そうそう、これね、万人ね、おずり130万円、そうそうそう、まあ、おっさんみたいな感じでね。うちの店そんな感じです。あ、そうなんだ、だろうね、うん、うん、で、待って、柴田さんは今何人で暮らしてるの、島で。え、一人、一人バッチ、フローネみたいじゃん、うん、あの、ここにあの募集中って書いてある、募集中って言ってる、募集中、募集中、相方募集中って、あ、はい、よく働く、うん、畑仕事ができる相方、募集中、絶賛募集中、絶賛募集中だね。あの、ちょっとさ、何、寂しくなったりしないの？でもなんかね、忙しいもんでね、うん、寂しく なる、な、あ、まあいい、安定剤だ、うん、安定してる、うんうん、安定剤ってね。意味がわからない、安定、寂しくなることはそうないかな。もう忙しいんだ。忙しい、忙しい、入れ替わる途中から人が来る。あーっていうより、あの、草に追われたりとか。やることは山ほど。なんかあと島の仕事とかも、みんなで一斉草刈りとか、あの、観光協会の仕事とか、県弁集める仕事とか、あ、いろいろやってんだ。じゃあ私さ、間延びでさ、モンペマルケ芝のとこ行きたいって言ってたよね。ええ、うん、いつ、来週、いやいやいや、来週。早い、ちょっとかるわ、うん、今日、今から帰りに一緒に行くとか。ああ、まだあの5時50分の船が、あ、本当に、だけど帰りやん。1日に何本船があるんですか、行って帰るみたいな感じ。ね、ちなみにあの何島にお住まい？あ、佐久島です。佐久島、三河湾に浮かぶ西尾市です。西尾市です。あの、オーシャンからアースで知多半島のところの西尾市民だけど陸続きではないということですね。そうです、そうです、はい、うん、同じ20分ぐらい、西尾市民、そうね、そう。そして今あの収入とかはちゃんとあるの？収入はあのとりあえず一人なんで、うん、食べれます。あ、別に雑草食べたらいいか。あ、一人なんで。あ、なるほど、うん、そこちょっと強調ね、強調ね、はい、彼氏いるよね。でもね、パートナーがいないとね。それ、島に住む前はどういうことをされてたんですか？
島に住む前はチャリママチャリツアーしてたね。ママチャリを漕いで日本一周したりとか、あとイヌニックというカフェで、はい、北区にあったオーガニックカフェで働いてました。そこでも饅頭を作り、そこでは勝手に饅頭作って言ってましたね。それで舞橋のね運動を、そうです。その前はみんなが舞橋持ったら楽しいのにと思って、舞橋をみんなが持ちたくなるような紙芝居を書いて、こう全国を自転車で回って、環境にどうこうじゃなくて楽しいからっていうのがいいよ。そう人として、だけど、ね、みんな良くなるよ、環境にも良かったみたいな。だってお店屋さんとかに行くじゃない、はい、それで前橋運動をねするわけよ。前橋持ってきた人にはうどんを2本余分にサービスね。ちょっとうどんちょっといつもより長いとか、そういうのを、うん、提案してね。そう提案なかなかね、全然伝わらなくてお店の人に、ね、このしゃべりがどうやって測るんだみたいな。そう真面目に捉える人とか、ね、コーヒー1センチ多めに入れますとか、そういうサービスを提供してくださいってやってたんだけど、なかなか上手にいかない。そんなミーティングを我が家で夜な夜なしましたね。ハゲヅラかぶったね。ハゲヅラかぶってしたね。ということもありました。なるほど、昔からのお友達なんですか。昔からっていうか、それこそ5年ぐらい前、うん、それこそちゃんと喋ったのその1回ぐらいですね。そうだね。あ、そうです。あとイベント会場でちょこっと会うみたいな。そうだけどね、毎回会うたびに彼氏募集中って言ってる。あ、なるほど。もうね、彼こ、ね、ればっかりはね、いい子なので本当によろしくお願いします、ね、本当お願いします。たまに住みたい人、たまに噛みつくぐらいなものでね、そんなに危害は加えませんのね。絶賛募集中。あなたイメージを貶めようとしてる。そうだよね。これだって21万人見とるんだろ。そうだよ。でね、総視聴者数76万人。わあ、すごい。何？20？ どういうこと？今さっき見てて、今いない人も数に入ってる。総視聴者数ね。何ですかこのテーマ。そういうことで、なんかすごい面白い生活をしてる2人組の人に。柴ちゃんはもうね、本当に、いやいや、高志くんにはもう変わらないもう顔が気持ち悪いことになってるじゃん、お互いに。だってさ、ほら、大豆育てながら大豆みたいな顔しちゃうっていうね。まあでも扱ってるものにだんだん似てくるじゃないですか。あ、そうだね、仏像彫刻したから仏像に似てくるとか、金魚育ててる人は金魚顔になってるし、まんじゅうに似てきたとか。まんじゅう顔だ。でもちょっとなんか肌がツヤっとしてきたね。あ、本当に、じゃあやっぱまんじゅう。それ島の暮らしがいいわけじゃん。最近ね、ウイロ作っとるから、ね、あ、なるほど。あ、おいでもツルツルなのね。そうちょっと濃いプリプリのね、そう、よもぎウイロ。あ、本当に、じゃあ緑色になってくるね、だんだん。だからこの犬が飼い主に似てるのか、飼い主が犬に似てくるのか。でも似てるよね、本当に大豆みたいになっちゃうもんね。なんかね、家族写真見て夫婦似てるのおかしいだろみたいなこともあるじゃないですか。そうだね。じゃあ私はテレビの両立者がちょっと煙たい存在になってくるのかな、だんだん、ね、大丈夫です。大丈夫です、はい、話を前に進めましょう。タイムライン上で皆さん置いてかれていませんか。タイムライン上で置いてかれてませんかっていうかさ、このコメントがさ、はい、なんか雑談の回みたいになっちゃったの。そうです、ゆるいんですよ。誰かがこれを見て喋ってる。そうですね、書き込んでる。今日なんかちょっと、あ、うまそうというね、もう嫌がらせのようにここのご飯をこう皆様の向かって映してましたから、ね、今日。そうでもね、はい、今日ね、配信ができるかわからなかったから、はい、突然2時から突然というかちょっと前に告知して始めて、まあ、このぐらいの人が見てくれてるということはね、ありがたいことです。まあ、録画配信の時はもっと多い人が見てくれると思いますよ。なるほど、はい、間延び放送局見たことある？一回だけ夏子さんたちがカンタティモールの夏子さんとさだまさんが出た時は見ました。間延び放送局第2回ですね。うちなんかネットの、あれが弱くて、はい、島ですかね。そうね、動画が弱いんですよね。で、iPhone があるのに今までユーストリームが見られたことがないという方もいらっしゃったんで、はい、やはりね、このね、デジタルデバイドな問題はね、真面目に考えていかなきゃいけないんですよ。そうだね、やはり、デバイドって何だって。遅れデジタルに置いてかれる。分かった、難しいもの、だって私から見ても難しいと思う。なんとかでもね、自分なりに、今さっきもね、インストールできましたから。できました。ユーストリームのアプリが。今日、
学び放送局をちゃんと見られる方が日本に一人増えました、ね、やった、はい、めでたいめでたい日だ。もうね、本当、まあこういうの見られるようになんか分かりやすい解説をしていく&、うん、なんかね、こうブログとか、まあ、まとめとかね、うん、今レポート書いていただいてますけどね、うんうんうん、そういうなんかこうあっちからもこっちからもね、こう、うん、こう字で、がっつり固めて、うん、字で見やすい人は字でお届けとかねできるといいんだけどね、うん、と。じゃあもうちょっとついでに聞くわ、はい、この社会を良くしていくには何がいいと思う？ついでだ。あ、ついでに人は大きな、このバカ話から急にそんな、この世界を、だからさ、そう、この社会を、私たちが考え、学び放送局を考えるのは、うん、やっぱりこういう暮らしをしていてすごく楽しんでいる人たちの紹介を私たちがしていって、うん、あ、何大企業とかに勤めることが幸せじゃないんじゃないのみたいな、あ、そういうモデルケースを実際楽しんでる人見せないとできないって思ってると思うから、紹介していきたいというのが私たちのやり方だと思ってるわけよ。そうなんですか。言っとるやん、いつも。なんでそう。頼むよ。どうですか。いや、どうですか、先輩。なぜこういう暮らしは先輩だってね、高橋君。ずっと大豆。大豆歴も大豆って言っても分かんないでしょ。あの 畑をしながらの暮らしが畑イコール大豆になってるんだ。いや、大豆レボリューション、大豆をね、たくさん作ってるんですね、うんうん、それは確かに ね、あの、ありますけど、うん、どれぐらいですか、もう寝ますか。畑し始めて、こういう暮らしに変わって13年とかですか。長いね、やっぱ先輩だね。大豆の苗を、そうなんだ、畑農業を始めて、うん、その野菜を食べてみたい、うん、はい、したらやっぱ大豆みたいな顔になっちゃう。そこにまた戻る。戻る。違う。世界を変えるには、うん、違うわ。はい、社会が、まあ、そう言ってもいいですよ。楽しくなるには。楽しくなるにはというか、例えばだよ、うん、あのデモをずっと続けてくれている人がいて、うん、で継続ってすごい大事だと思うじゃない、うんうんうん、でもデモだけでは変わらないかもしれない、社会が。あとかね、やっぱりこう、みんなそれぞれすごく頑張ってるんだけど、閉塞感というものも感じていると思うのよ。次から次へと問題が起こっていて、でこんな大事故が起こしておきながら再稼働、輸出、新規、なんでみたいな。で、あの戦争は誰もが良くないものと思っているのに、また戦争に向かってるわけよ。どうしたらいいんだろうっていうところで、あ、でかい、うん、私たちは反対反対って言うばかりじゃなくって、うん、違う暮らしを見せていくのが一番かなと思ったわけ。なるほどね、で、どうしたら良くなっていくかっていうのは、もう常に考えながら、常にそのなんていうんだろう、失望したりとか、ってなりますじゃん、なりますじゃんっていういや、本当にさっきの話じゃないけど、あの自分の周りにどんだけね、あのいいと、こういう仲間がいたとしても、結構ね、世の中はそういう風にどんどん進んでってしまうし、そういうことに絶望したりとか無力感を感じたりとかしながら、何ができるんだろうねっていう感じで、本当にずっと思ってて、これが決定だっていうものが本当にあるかどうかも自分の中では全く分かんないし、まあ、そこの学び放送局的にはこういう暮らしをしてる人が、ね、そういうことに一つこう何か、お役に立てることがあるのかもしれないですけど、すごく一部でそういう自分たちがやってるっていうのもすごく一部だから、そこに本当に力があるかどうかっていうのも、最近は、全く分かんないし、その20代の時みたいに、これで絶対なんだみたいな感覚では今ないし、そうだからすごくなんか中途半端に確信はないんだけど、ただなんとなくあの頃絶対だと思って信じてたことをしっかり続けて、もっと形にして自分のやってることを深めることで、またなんかもう一つこう自分の中で見えてくるのかなっていう、あの常にそれをこう実験というか試したり、自分の心と、ね、のバランスをこうずっとこう見たりとかっていうのの繰り返しで、決定的なものっていうのが本当にあるのかなと思ったりもするので、なるほどね、
ずっとそれはあの模索中、うん、特効薬や絶対的な正解っていうのは、まあ、きっとないんだろうなというふうに思いますよね。わあすげえ、今高橋君すげえなーと思って思ったけどどうなんだろう、こんなうち頭が悪いからちょっとあの言葉にできんけど、はい、なんで島に渡ったんですか、うん、あ畑がやりたくて、あ畑がね、そう畑をやれる場所を探してて、たまたま1個目に見つかった畑が島だったからっていう、それで女一人で島に渡るからすごいよね。あでも本当にな、でもついすごいって言っちゃうけど、すごいんですかそれは。え違う違う、だって何も考えずに、はい、その畑がやりたいと思ったもんでやっただけで。で行ってみてどうなりました。行ってみて普通というのは、あのつい先にね、女一人で島なんかに渡ったら大変だとか、うん、普通の人は先に考えてやらないと思うんですよ、うん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 、でも実際本当にそんな、うん、必ずしも、うんね、あのこう島の人に仲間はぜにされてどうこうというのもなんかちょっと分かりやすすぎるストーリーで、実際行った人はどうだったんだろうっていう。そうでもね、なんかやっぱり何かやるのにはあんまり考えすぎん方がいい、うん、考えない方が動けるのはそうな気がして、うん、でもその動いてもうちょお店が3年になるんですけど、はい、でも3年ぐらい経つともうちょっと考えて動いてをしてかんと、うん、なんかずっとその位置でずっと草刈りをしてる感じで、なるほど、ずっと作物ができない感じがしてきたので、なるほど、まあ、また次のアクションを動かしていく、そうそうそう、やっぱりなんか作物いっぱい美味しい野菜を取るにはきっとその大初先輩方は考えて、うん、そのやり方を考えたりとかちょっと変えてみたりとかしてるんでしょうけど、うちずっと草刈ったり、なるほど、刈ってる感じがあるんでやってはいるものの、うん、そのなんていうの、そういう大企業に勤めるとかはできないし、うん、嫌だと思うから、うん、そうじゃない自分がやりたいことをやってるけど、うん、それがあのなんていうの、自転車操業みたいな、なるほど、そういう感じだから、その自分一人でバタバタやってるだけになっちゃわないように、なんか相方が欲しいわけだね。それもね、大事だ ね、 ね、しっかりした相方がね、あの絶賛募集、絶賛募集で満遍に聞いたのが自分で言ってますからいいですいいね、まあ、いやでも畑仕事って本当に一人でやるとものすごく大変というか、はかどらないことも二人、三人っていると喋っとるとね、草取りとかもね、3時間とか気づいたら助かったりしてるしね、あ忘れ物したって言って取ってくるわって言ってる間に作業が進んでるし、もうね一人と二人がね、もう明らかに作業効率が変わってくるね。なるほどね。私なんてさ超寂しがり屋さんだから絶対その島で一人で暮らせないでもあの畑に出ると、畑うち家の前の畑と、うん、あと一番大きな通りに面してる畑があるんですけど、昨日は一番大きい麺しとるところで午前中やってて、うん、午後お店開けてたんですけど、あのみんな立ち止まって喋ってくから全然作業にならないみたいなその立ち止まっていく人も手を動かしてくれればいいけど、そう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 、それでもなんか2パターンあって、うん、そうなんかうちも気を使って作業を止めて喋っちゃう人と、うん、まあ、他で喋りながら作業できる人といるけど、うんうんうん、そう島のばあちゃんとかね、手伝ってくれる人もいるけどね、仲良さそ そう島の人たちと、ありがたいですよ、気づいたら玉ねぎいっぱい置いてあったり、全くこの遅延もなかったわけですよねないで飛び込んで当初どうでした。当時はいろいろありましたよ、はあ、はあ、あったんだ、あるある、それ怒られたりとかする、いろいろある、いろいろ、やっぱりあの狭いコミュニティだもんね、うん、あるけど、うん、でもなんかちゃんと住んでちゃんとやっとるのを見てもらったらちゃんと人として扱ってくれるから、うん、今はね、あの佐久島太鼓っていう伝統太鼓があるんですけど、はい、それも毎週練習があるから、うん、練習して馴染んでんだ、そうそうそう、へえ面白い、うん、まあ柴ちゃんはやれる人だよ、この人はどこにでもね、それを、うん、あのあんまり特別にしてはいけないような気もするんですよ、うん、なんかあ、そうそう、誰でもだってもう本当頭悪い、うん、顔悪い、前歯出とるひどいだ前歯出とる言ったよそうだ、すいません、怒られた、怒られた、相方にそうそう、誰でも本当にできることしかやっとらんもん ね、だって畑も今まで勉強したこともない、うん、本読まない、うん、テレビ見ない、うん、なね、うん、
ないない尽くしだね。そうですよ、草刈ってるだけ。でもきっと、まあ、想像で言うと、うん、あの自分がこう変わることを初めから拒んでるとなかなか辛い思いをしたんじゃないかなって思うんですね、うん、なんかもうそこに染まってもう対抗を始めちゃうような、うん、その柔軟性があったから、うん、やはりこう3年面白いですよ、面白い、よかったよかった、うんうん、ずっと行きたいって私は言っとる。間延びで来てください、間延びで。遠泳で。得意の。遠泳でね。ええ、あの僕はあのカヤックの上から励ましますから、あの青いポンポンで。いつ誰がどこで、私は遠泳が得意って言ったの。でもあのオーシャンからあのカヤックで佐久島に行くツアーがあるんで。ええ、ですから、大丈夫ですよ。モンペマルケで昼食っていうのもありますよ。そういうツアーある。佐久島一日ツアーほら。あ、すごい。ワンデーツアー。モンペマルケのお昼ご飯付き、すごい、へえ、そう、そういうコラボ今年から始まったもんね。そうそうそう、ね、すごい。ただあの風が吹いたり雨が降ったりするとすぐ中止になる。なるほど。すぐ中止になるんですけど、オーシャンのスタッフのあの達郎くん全然連絡くれないんで、ご飯用意した方がいいのかしない方がいいのか。それは言っときます。二回やりました。二回言っときます。あ、大丈夫です。言いました。直接。後で言います。あと呼びます。でカヤックはあの漕いでくれる人がいるの？自分で漕ぐの？自分で漕ぐのもあるし、その慣れてない人とかはちゃんとインストラクターがつくんで、うん、インストラクター呼んできましょうか。どうしますか。まだいいですか。どうですか。時間呼びましょう。呼びましょう。どんどんあの来る人は入れましょう。ね、じゃ来るもの拒まず。じゃあうちもいい感じ。カヤックのインストラクター呼んできます。まだいいや、あのインストラクター来るもん。あ、そうだね。じゃあ達郎くん。はいはいはい。じゃああの来たら僕が抜けて。いや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 。最終的にこうレギュラーが誰もいない。誰もいない。あ、いいね。じゃあ一人で。のばし状態。あのバンビさんの役やって、あ、いいよいいよ。こうあのドッジボールの外野みたいです。いいねいいねいいね。外から声だけ聞こえてくるってやつ。当てて一人引き込むと自分がこう抜けられる。ねね、一回さ実験でさ二人とも抜けてみるってのやってみたら。ああそうですか。うん、やってみ。じゃあちょっとあの私お手洗いに。今。あとお願いします。じゃあどうします？正座しようかな。じゃあ芝美放送局です。どうも。はいどうも。はじめまして。はじめまして。あの今日からあのスタートしました。はい、しばび放送局しばびです、はい。どうも。今日はですね、愛知県にあるハズの、あの旧ハズ町のね、そうですね、カフェオーシャンというところからあの配信しております。ハズ郡、あ、じゃ西吉で一番洒落たカフェから配信しております。はい、あのカフェオーシャンの宮本隆史くんとは、はい、長い付き合いなんですか？隆史くんはね、なんかね、うちの曲がり角曲がり角でね出てくるんですよ。どういうことかわからない。意味がわからない。日本語喋ってもらっていいですか？あ、そうか、はい、うちがその昔あの日本一周自転車で回ってたんですけど、うんうん、あ、もう来たよ。あ、来た来た来た。もう来たよ。あ、本当だ。うわ、そのあ、じゃあ、ね、インストラクター。じゃあね、今日間延び放送局2人とも抜けますので、あ、じゃあ柴隆放送局です。じゃあ達郎真ん中に。じゃあね、司会進行柴ちゃんです。うちそういうの一番苦手だけど、隆史くん、隆史くん。そんな司会なんかできるわけない。司会司会司会。今何の話したの？あ、そうそう、たかしくんとの出会い、ね、あ、なれそめ、なれそめ、なれそめ、長いんですか？くっつことはなかったけどね。そうだね、なかったね。そう、さっきのカヤックの話で、ですね、あのカヤックで寂しまいに行ったのは全然怒ってないよ。ごめんなさい。そうなんです。映ってないのに外野から声出してオーシャンでは、ね、シーカヤックツアーがありまして、使うこれ。あ、そういうことができるんだね。そこは達郎くんに説明してもらおうかな、じゃあ、うん、はい、シーカヤック舞台のシーカヤックツアーやってます。男前。あのツアーの内容とかあのどうですか？そうですね、一番多いのは3時間 あの前島とあの沖島っていう無人島に行くツアーが結構一般的に、朝8時ぐらいに出てて、そうですね、でお昼ぐらい、お昼前とかお昼ぐらいにオーシャンに帰ってきて、うんうんうん、でオーシャンでご飯食べて、で無人島だと焚き火とかするんだよね。そうですね、焚き火とあとオーシャンのスイーツとドリンクがつくんですけど、で向こうで食べるの？そう、結構綺麗なビーチがあって、へえ、いいね。ちょっとゆっくりしてもらってまた帰ってくるっていう。子供でも初心者でも全然インストラクターがつくから全然大丈夫って感じ。そうですね、船が2人乗り3人乗りとあって一緒に乗れたりとか、あと連結させちゃって引っ張ったりとか。時期は夏だけじゃなくって1年中やれるんですか？いや、ね、4月から11月で。4月から11月。そう、結構春秋の方が涼しくて気持ちがいいんで。真夏結構暑いもんね。うん、飛び込めるけど。あー、なるほど。
日を遮るものがないですよ。めちゃくちゃ焼けるっすよ。クロマティみたいな。それは最近。戻ってそれテレビに映っとるけどいい。あ、映しとるんだね。あとナイトツアー。へえ。そう、出てる。うん、夕方サンセット見ながら出てって、でこうで月が上がってくるんで上がったぐらいにこうもう帰ってくるんですけど。でそれデートとかに。おすすめ。そうですね、カップルとかよく来るっすね。へ、夜行中がいるときはもう漕ぐともう全部綺麗だよね、夜行中ね。夜行中とかいますか。何あれは、ブランクトンの死骸だね。なんかのブランクトンの死骸が光ってる。めちゃくちゃ綺麗ですけどね。そこに書いてあるのかな、はい、無人島半日ツアー、まあ、お値段はいろいろです。佐久島1日ツアー、これおすすめですか。え、なかなか来ないよね。そう、なかなかね、すぐね、あの雨とかね、風とかでね、ハードだよね、佐久島までは。結構遠いから、ここからだときっと、そういうことですね。1日はね、結構ね、出れないことが多いですよ。1日の、丸1日のコンディションを見ないといけないんで、昼帰ってくるときにもう崩れそうだったりとか、そういうときに出にくいですし。で、雨の次の日とかはね、風が強かったりするしね。そうですね、三河湾は。出れないことも、もう全然、こちらは中上級者向けで、そうですね、出回るけどお昼ご飯です、行きたいですね。ぜひお待ちしております、ね、ご予約お待ちしております。途中で天候が変わっちゃうとね、イケメンライト雲の巣みたいに捉えられたら、ジョローグ。あ、うちが。そんなにないですね。待ってます。網いっぱい張って待ってます。ああ、そういうこと。なぜ達郎くん来ないのか。いや違うよ、そんなこと。時計が止まってて帰りの船に乗れない。でも佐久島はでもなかなかやっぱりね、遠いもんね。結構ハードね。そう、前島とかそこら辺のツアーだと、うん、お手軽に、まあ、その辺で飽き足らなくなった方が、そうですね、カヤックじゃなくてなんか変なパドルボード、縦乗るボートみたいなね。そうですね、スタンドアップパドルボードっていって大きなサーフボードみたいなやつに直立で2本足で立ってこうパドルで漕いでいくんですけど、あれもなんかかっこいいですね、うん、あれでもね無人島行けたりするし、立ったまま。そうだよ、へぇ、リスン防止みたいな感じ。意外に進むの、うん、結構ね、カヤックと変わんないぐらい進むかな。あ、そう、うん、へぇ、やってみたい。すごいいい運動になるから。へ、じゃあ、あのバンビさんは佐久島に行くそうなんで。そうですね、バンビさんは泳いで来てくれるんで、その隣をあの、ね、マノチがそれをあのカヤック隊が見守るという感じ。あー沈んだーとか言いながら見守る、はい、おかしい、おかしいって言うかな。ねえ、マノビ放送局じゃなくなっておるけど、ね、でもさ、あのすごい命を預かるからさ、危険そうですね、そうだと思うんだけど、うんうん、好きなことを仕事にできているという解釈もできるよね。そうですね、すごいね、好きな仕事ですよ、やってて、うん、お客さんみんなすごい、あのやっぱ出る前と後だとすごいいい顔してくれるし、うん、今でおいくつなの。今24で、今年5なんですけど。若っ。でもさ、あの会社勤めとかしたことないよね。はい、会社勤めとかはしたことない。あ、したことないですね、うん、はい、これで人生を送っていくいいよね。いい、本当に別にね、いい、いいよね、本当に羨ましいと思ってでもオーシャンで働きたいもん、うちもこんなさ、私もオーシャンで働いたらさ、なんかさ、ちょっとここおかしいの、美男美女しかいないんですよ。たかし君も大事だけどみんな下可愛いの。そう、全員可愛いっていう。多分ね、顔で面接してると思う。じゃあ私入るよね。そういう黒い噂をこう画面を映して顔で面接。いやだって可愛い、多分みんな。みんなね、可愛くなっちゃう。いい顔になっていくんです。いい顔になっていくんだということにしておきましょう。顔で面接。じゃああんまり実はあの募集しても来ないんだよね。あんまり。そうよね。知ってる人が働いてもらう、知ってる人とか友達とかね、うん、あの知ってる子とかばっかりだから、うん、実はなんかちょっと募集とかかけてもそんなに来なくて、うん、割とこう人づてとか知り合いづてでお願いする。だってよしえちゃんって今下で働いてる子も、うん、のんべまるけで手伝ってる時に、そう、さやこさんがねスカウトをスカウトした。スカウトして、じゃあのんべまるけと私雇ってもらってもいいねえ、ね、何曜日来ます
可愛くなれますね。マジやった。でもさ、本当にね、あのいい学校に入り、いい大学を出て、いい会社に就職をするっていうのが幸せだって思ってる人もまだいっぱいいるわけだよね。そうですね。そう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 。でもそうじゃない幸せな人生を送っているというお三人なわけですよ。そうかもしれないですね。そうですね。ね、その辺のことをね、なんかこう。わかりなさい。わかりなさい。はい、ただいまなさい。ね、なんかアピールしていけたらいいよね。なるほど。だって今でもさ、やっぱり塾だったりなんたりだよ。みんなね、習い事三昧で。入ります。入りますか。ジュちゃん来た。一瞬。今ね、学び放送局の2人は出てるから、画面の外に今。よかったら。シェフの純子さん。はい、純ちゃん来て。純ちゃん来ました。はい、純ちゃんでーす。発論なく話した。話した。いや、俺もちょっと話しちゃったよ。話しちゃった？まあ、ちょっとあかんよ。全国ネット、全国ネット。全国ネットなの？そうだよ。今何万人？24万人。おぉ !3 人増えた達郎君。ビビトル、ビビトル、ビビトル、ビビトルでかいよ、本当に。嘘、嘘、嘘、嘘。3万人、3万人。3万人増えた。なんかすごいね、これ。はい、どうぞどうぞ。こんにちは。はい、シェフのじゅんちゃんです。じゅんちゃんは 何係のシェフ？え、私はですね、全…オーシャン店長だね。店長です。カフェの店長です。カフェの店長です。とっても今日は美味しくいただきました。はい、ありがとうございます。今日ちょっとお出かけ してたので、用事があって。はい、プレートのランチとかはなかったんですけど。バーミさんはこの前来た時にプレートのランチを。絶賛絶品。はい、そして美しいの。あのね、目でもね、もう食べる前にひとしきりニヤニヤしてから食べるっていうオーシャンのランチ。ありがとうね。ねえ、本当だよね。ほんと。純ちゃんのご飯ほんと美味しいからね。野菜がね、なんか羨ましくなります。桜としてきたのかっていうぐらいの人たちがね、ほんとにさ、野菜、自分が野菜だったら、もしあのさ、種まかれて大きくなるじゃん。で、そしたら、うち自分で、うちに料理されるか、純ちゃんに料理されるだったら、絶対純ちゃんに料理されるだってさ、もう絶対喜んでもらえるじゃん。食べられる身としてはさ、なんか絶対喜んでもらえる。私のせいでこの味じゃないのにみたいに思ってる野菜たちもいるでしょ。ね、本当はもっと美味しくなれたはずだね。しばちゃんのね、ご飯も美味しいよ。いやー、なんかうちおばあちゃんみたいなご飯しか作らない。公共褒め合いみたいな。そうだよ、みんな褒めて生きたらいいんだよ。だってあのでもそれは大事なことだ、ね、これって何、録画されるの？されます。あ、じゃああんまり、あんまり何も悪いこと言わん方がいいね。まあいいですよ、言っても、うん、でもなんかさ、世の中の人さ、結構悪口好きじゃん、うん、悪口とか人の噂話とか、うん、なんかもう、そういうの嫌じゃんね。暇だからね。そうそう、暇暇かって思うだけどさ、うん、だけどこうやって褒めたらいいじゃんね、本当にそうなんだけどさ。でもさ、今野菜のことに関して言えばさ、はい、あの絶対ジュンちゃんって一度全員一緒でさ、誰もシバちゃんって言わなかったよ。シバさんの料理まだ食べてる。佐久島に。ジュンちゃんの料理はね、もうすごいんだから。すごいんですよ。ねえ、タチョウ君。天才です。だってオーシャンで働いたら美味しいまかないが毎日食べれるって聞いて、それ一番働きたい理由の一つ。私を雇ってもらいます。研修期間は厳しい。あの研修しに。あ、運転で運転で来ればいいじゃん。そうだね。ウフウ食べれるよ。ウフも食べれるよ。1日とかでも。あ、そしたら純ちゃんのご飯を食べれる。食べますよ。全然朝あのシェフ。結構まかない係だもんね、私。まかない係なんです、基本的に。すごい、オーシャン、大所帯だから、一日、どうだろう、十何食作るじゃんね、まかない。そう、だから面白いですよ。いいね。一度に十何食。まかないだけ。朝昼晩。いやいやいや、お昼、お昼だけ。お昼ですけど。みんな食べ盛りなんで。だっていつもヨシエが自慢してくるもん。自慢してくる、うん、なんかオーシャンさ、忙しくてもさ、ジュンちゃんのさ、まかないが美味しいじゃんねっつって、あ、嬉しいね、自慢されるから。いい子だ、あの子。泣いちゃった泣いちゃった。初だね、これ番組で泣いちゃった。面白いね。
何の番組だかわからない間延び放送局すごく超間延びた感じになっておりますね、うん、もしや史上最高の間延びた感じそうなのそうなのもっとちゃんと喋る、うん、あの2人が出てないっていう時点で ね、 ねちょっとうちそろそろ出ようか、はい、いやいいですついに締め出されたみたいな感じで、ね、あのここギュッとこうなんか2つのカヤック行った僕もう行ったよカヤック今いい時期だから、うん、もう存分言えたもん大丈夫あとほら夏のさあれの明日の海の家あそう、ね、7月8月9月ぐらいでちょっと海の家をやろうと思ってるのでちょっとテイクアウトで美味しいピザとカレーとあとあのカクテルとそういやピザ窯はできたんだろうかあもう今日完成予定なんですけど、はい、どうなんですかねちょっと私仕込みしてこよう仕事にありがとうございますありがとうねいいよ、はい、じゃあまた入ってはいよし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 なんかだんだんこう人口密度が上がって熱気がねやけにこの店の一角だけこう人口密度が上がってますけどちょっと酸素薄くなってるもんこの辺そうですねああでもあの番組開始から2時間が経過してるんで早いあのそろそろ締めにかかっていこうかなと思いますよ、はいまあ、別にね、ここでこう新しい暮らしのビジョンだの、こう正解だのを出そうなんていう、この大それたことは考えていませんので、はいまあ、また間延び放送局ではこういうシリーズもね、あの取り上げていけたらいいかなというふうに思っております。そうですね。いや、だけどね、本当にもうし、なんだろう、もう暮らし方をね、みんなに考えていくっていうことがやっぱり大きいんじゃないでしょうかね。そうですね。アースデイ知多半島もびっくりでしたけどね。はい、今日録画で見ていただきましたが、最果てエコビレッジのこともこの間、そうですね、最果てエコビレッジの最果てさんにもね、お会いしたんで、うん、熊本でエコビレッジをしている最果てくんっていう、うん、もうあちこちでね、動く人はもう動いてるんですよ、うん、そうそうそう、ね、で収入が8万円でも、すごく幸せにみんなで暮らしてる、はい、子供も大人もごちゃごちゃで、私はね、すごいそういう暮らしがしたいんですよ、うん、で、そのすごい親分がいて、なんかみんなにこう従っていくっていうようなスタイルっていうのは結構前からあったと思うんですけど、そうじゃなくてここのオーシャンみたいなこのフラットなつながりで、もっとこの持ち味を生かし合う個人同士のつながりっていうのが本当にあの面白いものを生み出しているのかなというふうに思いますね。そう、私の夢が、ね、あってね、それは、はい、私ね、死ぬのが怖いからだから自分が死ぬ時に、うん、あの誰かがこっちでライブをしていて、ああなるほど、生演奏で送ってほしいと、適当にみんなが遊んでる、ほうで、この辺で子供たちのバカバカ走る音が聞こえ、じゃあどこの子か関係なく、うん、なんかそんな中で死ねたら一番幸せかなと思って、すごいね、死ぬ時のビジョンがある、そう、もうすごいね、もうそんなの病院のチューブにつながれて死ぬの嫌だもん、あそうだね、そういうためにはみんなでなんか共同生活みたいにしたら、あの、まあ、独身の人もなんかそれ今最終的にずっと独身みたいな言い方だったんですけど大丈夫ですか、いやでも結婚したけど旦那がに先立たれたと、あそうそうそう、あそういうこと、でも今独身っていうか、就職活動をして、あの就職できなくて就業自殺とかがあるわけじゃない、そうなんだ、そうそうそう、今ね、うね、なんかおかしなことだよ、ここにいる人たちはあんまりピンとこないですよね、 それがね、すごいいっぱいある、でもだからもうそう、あのピンとこなくてもこうして生きてる人たちがいるんだということをもうちょっと ね、あの知ってほしいですよね、そう、だからさ、自殺者3万人って言われてるけど、3万人っていうのは家族が認めた人が3万人っていうんで、認めてない人は3万人じゃ、ね、入ってないから、もっとすごいたくさんいるわけよね、その中でだんだん就活自殺する人が増えていってるんだ、大学に入って2年生から就職活動を始めるわけ、何のために大学に入るのと思わない、遊びに行くんじゃないの、そうでしょ、なのに勉強とねそれで、ね、あのいろんなところに就職活動しても切られ切られていったら、私は価値がない人間じゃないかと思い、最終的に命を絶つという、だって何十社とか、うん、こう試験受けて、うん、落ち続けていくのよ、自己否定され続けていくから、そうなかなか大変だよね、なるよね、でもえ、達郎くん受けたことないでしょ、俺大学行ってない、うちも行ってない、うん、でもってさ、なんだろう、就職を無理にしなくてもいいし、無理に結婚しなくてもいいし、無理に子供を作らなくてもいいよって、うん、
いうことが多分みんなとの共同生活とかの中でできないかなと思って。でも人がたくさんいれば、うん、それでいいんだと思う。でしょう。だって結婚したい理由とかも、うん、なんか老後とか一人で死にたくないとかさ、うん、でしょう。そういうのすごい大きいし、うんうん、今ちょっと大変とか巻き終わりとかちょっと追いつかないとか、うんうん、だったらみんなでできれば、うん、まあ大丈夫かみたいな。そうだからさ、うん、あの子供ができなくてもさ、不妊治療頑張ってしなくても、うん、いっぱい子供がいたらいいじゃん、ここに。そうだね。それでみんながさ、しばちゃんしばちゃんって言ってくれたら寂しくないってな、うん、うちも今島ですっごい仲良くしてくれる家族がおるもんで、うん、それであの満たされてるっていう部分があって、うん、もうなんか3日に1回はそこんちでご飯食べてるぐらいな感じだもんで、うん、さっき言ったけど寂しくないし、ね、うん、私本当に白状かなと思うぐらい別に自分の子だけ可愛いって全然思わないじゃんね、うん、みんな一緒に可愛いの、うん、それでいいじゃんと思って、うん、でも本当に人が集まるってすごいことだと思うんだけど、うん、なんか田んぼでも畑でも本当さっき高志くんが言っとったけど一人の力はもう絶対どう頑張っても1だけど、うん、2人で10ぐらいなんでしょ、うん、で10人で多分100ぐらいになると思うんで、ね、オーシャン見ていつも羨ましいと思って。だって高志くん、ねね、だっていろんなことができるじゃんね。そうそうそう、このお店をやりながら、うん、例えばあの達郎くんとか若い力であの、うん、夜のなんだ満月バーとかやってるじゃん。そういうイベントもできるし、で海っていう一番すぐそばにある自然と、うん、あのすごい近くで遊ぶこともできるし、うん、なんかうち近くにあるけど、うん、そのいまいちその島っていう環境を生かしきれてないところがあるから、うん、でも人がおればこれもあ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 れもやりたいって思っとるだけで、うん、やっぱりなんかそうやって、うん、そうそうそう、人がいるって一緒にやれる人がおる、うん、それぞれそのやりたいことを持っとって、うん、それを生かせる場をがあってっていう風にもうすごいしていきたいだけど、うん、周りに女の子ばっかりなんですよね。うん、また来たよ来たよ。来たよ、ボシボシ。それはそれでやれることもあるけど、まあ御社の場合年齢も達郎が24歳で一番上は50いくつで、僕らとか30代とかで、うん、年齢層も違うし、そのやりたいってしてることも、うん、あの方向性としてはやっぱり一つな方がいいこともあるけど、うん、でも意外とバラバラだったりするのもこのね、なんか結構立体的になってきて動きが、こう一つだと一つの力でドーンみたいなイメージなんだけど、こうなんかこううわっとこうなんか立体感が出てきて、本当にこのドームみたいな感じで、そう本当にドームみたいな、そうで、もうまあその中でなんかうまくこういいものができて、いい関係とっていうことが保てると本当にいろんなことがやれるよね、うんうん、でやれてるなって、やらせてもらってるなっていうのはすごく思う、うんうん、ことかな。またね、その自分たちだけがこの面白いことができてるんじゃなくて、ここに来るねお客様にもそうした面白さとか喜びっていうものがね、うん、分けられていると思う。なんか田んぼとかもね、はい、あの御社なんかホームページとかも、ホームページ作っとる、うん、ホームページとかも超洒落てるんですよ。超洒落とるもんで、入り口がなんていうの、今最近なんかこう洒落とるさ子たちが多いわけじゃないですか、世の中には、はい、そう洒落とる人たちが入ってきて、その洒落とる入り口から田んぼ一緒にやりませんかとかさ、そう、このセンス欲しいと思うんだけど、でも本当にその洒落とる子たちも実はそういうことに飢えとるもんで、その土どろんこになったりすることとか多分普段の生活でないから、すっごい気持ちいいと思うんですよ、その海のことやったりとか泥まらけになることとか、もうその入り口からそって奥まで入ってくる持ってき方がオーシャンすごい気持ち、うん、だからすごいまん丸い感じがして、だからさ音楽もやってるし、うんうん、センスもいいし、 そうだね、その辺の入り口から入ってくる人も絶対いっぱいいると思うよね。そうそう、いろんな角度があるんだと思う、うん、すっごい食べるものが好きだったらこのカフェっていう食べ物から入るし、うん、その海が好きだったらその達郎くん通してあのカヤックから入ったり、土の仕事がしたいと思ったら、土の仕事ってこんな汚れかなと思ったら、こんな洒落たカフェとこう一緒にできるんだみたいな、すごいね。じゃあ1個だけあの柴ちゃんのこと褒めたけど、柴ちゃんの入り口はバカバカしいことだね。いや柴ちゃんはね本当にね
そうだね、そうだよ。このバカバカしさに一緒にやりたいと思って、いっぱい人が来るもん。あら、いろんな世界があったみたいですね。そうだね、どこに引っかかるのか分かりませんからね。そうそうそう、ね、いろんな人がおるしね。ほんとバカバカしいからね、この人。でもこの間お客さんが、なんかそう2時間ぐらい喋り倒して帰ったからね。そう、すっずっと喋っとったね。そしてこの間ハガキまで来とったからね。ハガキにもう書き切らないぐらい、裏も表も字で聞いてほしいのね、しばちゃん。そう、まあ面白かったけどね。だって体力ない私でもママチャリツアー一緒に行きたいなと思っちゃうもん、やっぱ。いやでもね、あれはみんなした方がいいと思うよ。すっごい楽しかったの。できる人は。でも体力ないよ私ね、足つるし、うん、大丈夫、そんだけここが動けばマジで鍛えられてください。はい、ということで、はい、そろそろ終わりだね。唐突に、そんな時間ですか。唐突にエンディングを迎えますか今日は、はい、ねえ、はい、思わぬ大人数で深い話まで入ってきましたが、いい一日だったよ。あ、いい一日してありました。どうもどうも、あの急にお出ししまして、あの飛び入りしていただいてありがとうございました。しばちゃんがおるね、素敵なエッセンスになっていました。これうち船に乗り遅れとかないよね、はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか、はい、まだ帰れますね、はい、これで終わりです。ありがとうございます。はい、あの、じゃあまた最後2人で締めますので、じゃあ、はい、ゲストの方々、はい、お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、今日もちょっとちゃんと、ね、長時間の配信をご覧いただきまして、ありがとうございました。なんかこう大人数入るためにカメラ引いたままになってるから、なんか不自然な画角になってます、うん、大丈夫だよ、はいはい、髪型はいい、髪型大丈夫、なんかナチュラル大丈夫。あ、朝からそんなんじゃなかった。そうですか、うん、はい、はい、ということで、芋たんば何受けてるんですか。そこはすごい、はい、怒られた。演奏でお別れしましょう。今日も学び放送局ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この後橋の下世界音楽祭、前準備の模様を少しお伝えします。この曲の後日にちをまたぎますが、はい、間延び放送局第24回お送りいたしております。バンビさん、はーい、はい、どうもどうもどうも、トヨタから、はい、フロムトヨタ、ですね、この後、橋の下世界音楽祭のこともやるんですが、はい、あの長時間配信になっております。モリモリです、また、はい、ちょっと一休みというかですね、ちょっと今日やっとこさ編集した動画を取り込む時間などもありますので、ちょっと
バンビさんの顔芸でですね、しばらくお楽しみいただくことになるかな。多分ね、多分やってくれるでしょう。そして我々 なぜか今日ケーブルテレビ局に、今日ですよ、もう日付変わって出るんですよ。生ですか、あれ。生放送で出演するというね。はい、恐ろしいことが待っていますよ。あ、曲もちょうど止まりましたね。素敵な曲でしたよね。はい、はい、素敵な曲ですね。あ、カメラになってないね。はい、ポチッとな。はい、どうも。あ、お化けみたいになって映ってますよ。はい、どうも。はい。お化けみたいになって映ってますか？はい。ちょっとタイムラグがあるので、分かりません。あれですよ。あ、画面が汚い。画面をウェブカメラで映してるっていう、ね。ああ、なるほど、なるほど。非常に存在なやり方でですね、やっております。では、ここで一旦録画を停止しといて。